ラジオ伊集院光とラジオと8月17日月曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの新井真希です。まあ暑いね。暑いよ、もう地獄のように暑いね。はい、一応天気予報いただいてますけども、今日も関東地方は猛烈な暑さでしょう。はい、最高気温は昨日と同じ35度前後で、前橋あたりだと37度。はい。ねえ。すげえな、静岡県浜松市天竜区。40.9 度。昨日ね。すごっ！ 40.9 度。昔ね、もうそうな、初めて行った時だから30年前ぐらいかな、沖縄に行った時に、はい、あの割とまその夕立、にわか雨、ドザーって降ってきて、まちょっとスコールっぽくて、あーなんかやっぱ南の島って違うなってちょっと思ったの。はい、でのその観光で行ってるからさ、それすらもちょっと、あーなんか沖縄初めて来たよって感じだったんだけど、はい、もうその時よりすごいのが都内で急に降るね。はい、先週は雷も結構ありましたよね。でも停電になったりするから ね。なんかさ、あれさえないでくれればさ、じゃあ徹底的にお洗濯とかさ、うんうんうん、まあそれなりにできるんだろうけど、ね、でもあれかな、あのいわゆるゲリラ豪雨的なのが通った後だけちょっと涼しいじゃん。うんうんうん、通った後の20分ぐらい、はい、すごい涼しくなるんだけど、はい、その後猛烈蒸し暑くなるから、ね、だから昔はさ、そのパラパラ程度の夕立でも多少温度下がったろうけど、今ちょっとの雨じゃ全然下がんないんで、はい、なんだかね、なんだかね、なんだかね。さあ、愚痴っぽく始まりましたけど、行きますか。はい、今週のメッセージテーマは本当皆さん頼りなんで、うん、もう自由に徹底的に来てください。じゃあお願いします。はい、今週のメッセージテーマは、ご要望聞かせてシリーズ。こんなメッセージテーマで募集して。さあ、ご要望聞かせてシリーズ。こんなメッセージテーマで募集して。まあ、同じスタッフでメッセージテーマ考えてると、はい、もう4年も経ちますと、はい、なんかもう聞いてないことなくなったような気がするんです。だけど、はい、聞いてる方の中には、全然あのテーマ来ねえなっていう、うんうんうん、あのテーマだったら書けんのに全然来ねえなっていうのが、まあ、あるんじゃないかということで、はい、ラジオネームバス旅行さん。昔嫌いだったけど今は好きになった。おー、なんかある？この方は、うん、子供の頃はトマトが嫌いだったが今は好きみたいな。はい。なんだろう、ゴーヤとか。ゴーヤね。ゴーヤ昔存在も知らなくなかった。俺それこそその、初めての沖縄旅行の時に、なんじゃこりゃと思って食べて、で、微妙って思って、今も微妙っす。嫌いじゃないです。嫌いじゃないけど、あの別に好んでゴーヤを買おうとすることはないぐらいかな。私この夏ゴーヤに2日に1回ぐらいのペースで買いました。いやもう大好きってこと。大好き。でも昔は本当に苦くて食べられなかった。なるほど。で、食べ物じゃないと、俺ミュージカルかな。ああ、そうですね。ミュージカルはそれこそここにいろんなゲスト来てくださって、うん、で、ゲストの方に紹介されたからせっかくならとか、うんうんうん、それこそ劇団四季の方に、招待されたから、ごめんなさいね、劇団四季好きな人からしたら、お前どんなご身分だって話だけど、その、一度見てくださいよって言われて、あー、はーい、つって、言ってたんだけど、うん、ミュージカルは、そうね、あの、食わず嫌い、食わず毛嫌いしてたのが、はい、今多分かなり好きな、うんうんうん、ジャンルになりましたね。ねー、嬉しいですね。嬉しい。うん、嬉しい、はい。嬉しくて恥ずかしい。恥ずかしい？うん。あの、嫌いな頃の自分も、の記憶もあるから。そっか。それから、ラジオネーム、ジャコテンノスケさん。募集してほしいのは、先生師匠の名言陳言。おー。私の場合は、数学は図を書けば全部わかる。で、騙されたと思ってやってみたら、大学まで行けました。へー。先生でも、まあ、師匠でも、上司でも、覚えてる目、聞いてなさそうだな、君は。
なんかこうアナウンス道みたいのを誰かに言われてみたいなやつ。右から左だからね。どうしよう。うちはこの師匠って言うともうその三遊亭円楽がいるんで。はい。まあまあ、いろんなことを教わりましたよ。なんか一番印象に残ってるのは。はい。苦労は芸の肥やしっていうのね。昔っから。うんうんうん、苦労は、芸の肥やしって必ずその落語界の師匠は言うの、うん、なんかもう嫌なことあったりめんどくさいことをお使いとか頼まれると、はい、嫌な顔してるとお前苦労は芸の肥やしだぞって言われんだけど、はい、うちの師匠だけは苦労は芸の肥やしだが肥やしをやりすぎた植物は枯れるっていうそれを必ず言う人で、はい、それはもう今サボる時の口実として必ず使いますそんな苦労しちゃダメだよっていうので、ね、あ面白い、まあ、なかなかわかりやすい師匠がいるって人も少ないと思いますけど、うん、でも先生こんなこと言ってたなみたいのは、うんまあ、ありそう、ね。ありそうですね。結構考える時間与えましたよ。私あの、先生じゃないんですけど、ちょっと、はい。上司でもいい手だから。スポーツ選手が言ってた言葉なんですけど、うん、人の見えないところで努力をするってよく言うじゃないですか、うん。で、そういうのが大事って言うんだけど、その人は人の見える努力じゃないと努力じゃないっていうふうに言ってて、それはやっぱりその、見てる人は見てるっていうのって、結局見てるものは、その人の見えるところで努力してるっていう、わかりやすい努力。でもすごいいろんなこと気になってんだけど、まず誰っていうのが一つと、もう一個それ荒井に向けて言ったのっていう、その世間に向けて本とかで言ってんのっていう。まあ、スポーツ選手の友達だったので、ああ、いいじゃん。それでその子がなかなかその監督とかに認められなくて、うん、で、なんでだろうって考えた時に、やっぱり人の見えるところで努力をした方がいいんだねっていう結論に至ったんですよ。全然浅いね。最終的に落ち着いたとこ俺の思ってるのと全然違ったわ。なんかその人の見えないところで努力する、これは要は名言じゃなくてアピールしなきゃダメなんだなっていう、陰で努力するのも大事なのかもしれないけど、見えるところでするっていうのは一つ人に認めてもらうための、なるほどなるほど、あでもまあそれが刺さる人もいるんじゃないかな。本当に隠れてすごいやっちゃってるせいで全然評価上がんない人にしてみたらそれかね。ということで、はい、まあだからこれも採用させていただいた上でいずれこのテーマで1週間とかやってみたいと思いますので、そうですね、皆さんはこんなメッセージだったら私面白いにパンのにと思うこと、もしくはこんなメッセージで募集したらいろんな人のそれが聞けて楽しそうだってなったら送ってください。はい、メールアドレスは ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp、 ファックスは0355620954 0355620954 です。また番組のホームページにある投稿フォームやメール投稿アプリ伊集院光とラジオとスマホとからも送ってください。はい、おはがき封書の宛先です。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで送ってください。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント、さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎からデザートギフト果樹園発と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。急に思い出した。お、もうこの TBS に来た時に自分がお世話になったプロデューサーの永田さんとおじさんがいるんですけど、はい、そのおじさんの名言でよく初対面良くなかったけど付き合ってみたら意外にいい人だったっていう人いるだろうっていう、はいはいはい、それより最初からいい人で最後までいい人の方がいいよなって言ってた。そりゃそう。俺も確かにと思う。ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時までお付き合いください。伊集院光とラジオと今日10時からのゲストコーナーには俳優の渡辺徹さんが登場。外出自粛中に始めたことやご家族のお話なども伺います。自動車保険、毎年なんとなく更新してるんじゃないですか。その保険料、チューリッヒで節約できるかもしれません。自動車保険で節約？はい、チューリッヒにご契約いただいた方のアンケートによると保険料が平均でおよそ24,000円節約できました。え？24,000円？例えばベンツにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間
32,740円。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりはもちろん無料。 0120-455-572-455-572 まで。埼玉県からのお知らせです。埼玉県 LINE コロナお知らせシステムをご利用ください。訪れた場所で感染者が判明し、あなたが濃厚接触者と判断された場合にメッセージが届きます。使い方は掲示されている QR コードを読み取るだけ。ぜひご利用ください。カードローンの過払い金は中央事務所、代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時41分になりました。この時間は皆様からいただいたメールやお便りをご紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。明け方や夕暮れ時、日暮らしのカナカナという鳴き声が聞こえてくる季節です。この日暮らし、沖縄本島には生息していませんが、かつてはその鳴き声が聞こえるという理由で沖縄本島にも日暮らしがいるのではないかという声がありました。しかし1981年、現在では天然記念物に指定されているヤンバルクイナが発見されたことで、日暮らしに似た鳴き声はヤンバルクイナのものであることが分かったそうです。すごい面白い。はい、そうか、本州で日暮らし聞いたことある人が沖縄行って、いや日暮らし鳴いてんじゃんっていう、いいんじゃんって思ってたわけだ。したらそれヤンバルクイナの鳴き声なんだね。そんなに似てるんですね。しかも日暮らし全然聞かないね。ねえ、なんか本当に夏の夕方で日暮らし鳴き始める。特に僕の子供の頃の東京はそうね、お盆過ぎぐらいの夏の夕方にちょうど温度が適温になるから日暮らし鳴き始めるのね。でそうするとなんか、なんつうのかね、夏休み終わっちゃう感じとか。そうなんですね、残暑のね、なんかこうね、ちょっと切なさもあるというか。だったの、多分その温度にもうなんないんだろうね、きっと東京。だから日暮らしどっかで鳴いてんだろうけど全然だね。はい、うん、さてこの日暮らしのことをある地方では日暮れ惜しみと呼ぶそうです。確かにその鳴き声は過ぎゆく夏を惜しむような優しい音の景色と言えますね。一方、日々の心の染み入る優しい香りの景色もあります。日本行動の線香、その名も優しい時間です。灰が少なく煙極小、香りほのかな優しい使い心地、天然精油配合のシャボンと森、そしてアールグレーの香り。お線香は日本行動の優しい時間をどうぞ。日本行動からのお便りでした。さあ、変わりましてメッセージです。ご要望を聞かせてシリーズ、こんなメッセージテーマで募集してですけども、ラジオネーム関修さん、神奈川県58歳。今私が知りたいのはリスナーの皆さんが暑さをしのぐためどんな工夫をしているのか。なるほどね。知りたい。なるほどね。ね、いつも番組を聞いていて素敵なプランだな、素敵なアイデアだな、真似しようと思う瞬間がたくさんあります。うん、今年の夏のえげつないほどの暑さに対してどんな対策をしているのか、ぜひともお知恵をお借りしたい。うん、私はというとせいぜいアイスの大枕にする程度、うんうんうん、発想力のなさに我ながらがっかりしています。でもシンプル、なかなかないかん ね。 ね、俺一つある。何ですか？自分のそのリビングでの老犬がぐったり寝てるところがあるんです、はい、ね、そこが一番涼しいっていう。なんで？だからどかすっていう、必ず必ずそいつをどかしてそこを俺って言って、だから多分分かってんだって。だからその、ね、クーラーの当たり方とか、はい、その扇風機もうちは併用するんですけど、はい、その扇風機の風の具合とかでここがいいっていうのはどうやら分かるらしくて、はい、あいつのいいとこが一番一番って。で時間によって違うところで寝てるから、すごい、多分日の差し方とかもあると思うんで、うん、あの
老犬の居場所を取るっていう。犬飼ってない可能性あるじゃないですか。ね、犬飼ってない人はなかなかできませんけど。私あれ買いました。あの、扇風機がついてるやつ。ね、もうみんな言ってらんないよね。ね、すごいでかいのつけてるよ、うちのもなんか。そうそうそう。ものすごいやつ。ね。あれもないよりは全然いいよね。ないより全然いい。先週ちょっと触れたんだけど、はい、クーラー、もう冷蔵庫に使うような、はいはい、なんつうのかな。ね。首にはめんだけど、はい、その内側のとこが冷蔵庫の中側みたいになってる、でいてでっかいバッテリーをつけて歩くやつを僕買ったんだけど、はいはい、俺の首の太さだと、うん、なんつうか一番冷やしたい頸動脈に届いてないんだよ、うん、でもなんかやっぱりあれサイズ感の合う人だとやっぱりこの頸動脈ががっちり冷やされるんで、はい、そこそこいいみたいな、うん、ね、いやでもこれなんか今日のテーマはメッセージテーマを送ってもらう回なんですけども、うん、来週にでもやるとおそらく皆さんのアイデアをいただけるような気もしますね。ぜひぜひ。はい、今日のメッセージテーマはこんなメッセージテーマで募集してです。星雲それは君が見た光、爽やかにしなやかに強く生きよう青い雲の下。お線香は煙の少ない星雲バイオレット。日本行動、日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。東京高田の馬場、東京高田の馬場、通称リトルヤンゴン、歩くこの町がね、リトルヤンゴンって呼ばれるぐらいビルマの方々にとって馴染み深いところなの で、ね、食べる、自分は食べてる味を作る、食べたいね。出会う、この人誰だっけ、石原さとみ、そうそう、石原さとみさんが、石原さとみ、知らない人いるの、知らないの、芸能嘘くて。評論家荻上チキ、フォトジャーナリスト安田夏樹、ライター望月ひろき、荻上チキセッション22フィールドワークモード高田の馬場編、音声ガイドアプリ耳タブで配信中。竹虫って成虫になると何になるの？これがもう成虫、竹虫って、竹虫やな、竹虫は竹虫で完結する、なるほど。時刻は8時47分です。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は難病医療講演会と第8回東京都交通安全ポスターコンクールの受賞者決定と展示の実施についてお知らせします。はじめは難病医療講演会のお知らせです。東京都難病相談支援センターでは、都内にお住まいの黄斑ジストロフィー、甲様滴状角膜ジストロフィーの患者様やご家族を対象に難病医療講演会を行います。日時は今月8月23日日曜日の午後1時30分から午後4時まで。会場はお茶の水駅から歩いて5分ほどの順天堂大学医学部附属順天堂医院 D 棟です。定員は先着30名、参加費は無料です。参加を希望される方は電話でお申し込みください。お申し込みお問い合わせは土曜日曜祝日を除く日の午前10時から午後5時までの間に、東京都難病相談支援センター電話 03-5802-1892 03-5802-1892 番までどうぞ。なお、新型コロナウイルス感染症の状況により延期または中止となる可能性があります。詳しくは福祉保健局のホームページ内にある難病ポータルサイトをご覧ください。次に、東京都交通安全ポスターコンクールに関するお知らせです。東京都は子どもの交通安全意識の向上と子どもの目線から交通事故防止を訴えかけることを目的に、都内在住または在学の小学生を対象とした第8回東京都交通安全ポスターコンクールを実施しました。この度応募総数258点の中から知事賞2名を含む26名の受賞者を決定しました。
受賞作品は今日から8月21日金曜日まで都議会議事堂1階の都政ギャラリーで展示し皆さんに披露します。時間は今日は午後1時から明日以降は午前9時から午後6時までで最終日の21日は正午までです。なお知事賞の受賞作品は今年の秋来年の春の全国交通安全運動のポスターリーフレットの原画に採用します。詳しくは都民安全推進本部交通安全課電話03-5388-2273 03-5388-2273 番までどうぞ。東京都では新型コロナウイルスの感染拡大特別警報を発令中です。全世代に感染が広がり新規陽性者数の増加が続いています。感染予防・感染対策を万全にしてください。重症化リスクのある高齢者などはより慎重な行動をお願いします。今年の夏は新型コロナウイルスに打ち勝つことが最優先となる特別な夏です。一日も早く安全・安心の生活を取り戻し大切な人・大切なご家族・医療現場を守るため都外への旅行や帰省・夜間の会食・遠くへの外出は控えましょう。離れて暮らすご家族・ご親族などへは電話やオンラインなどで思いを伝えましょう。都民ニュース本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただけます。都民ニュース東京都がお送りしました。膝の痛みでお悩みの方から最瞬間制約所にこんなお声が届いています。歩き始めや階段の上り下りだけでなく立ち座りも痛くてここ2年くらいは年だから仕方がないと諦めていました。そんな時ラジオで通算とを知りましてね、これはと思い電話しました。膝の痛みが和らいでスキップができたら嬉しいですね。まあ確かにね、膝が痛かったら無理ですもんね。ラジオの前の皆さん、膝大丈夫ですか？最瞬間制約所の通算等は関節炎による膝、腰、肩、肘の痛みを徐々に緩和する漢方に学んだ医薬品です。無料の治療薬のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-305-305 です。朝8時から夜10時まで。通算等は指定第2類医薬品、薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。0120-305-305 へ、最瞬間制約所、通算等のお知らせでした。お電話お待ちしております。カードローンの利用や借金をしたことがある方へ、払いすぎた利息があれば、あなたにお金が戻る可能性があります。返済中でも返済済みでも、無料で過払い金を調査。東京弁護士会所属弁護士法人アディーレ法律事務所にお電話を 0120-316-742 債務なしに。 TBS ラジオ主催ハイパーヨーヨ結成15周年記念ワンマンライブ。今日本で一番かっこいい女の子たちと称されるガールズラップデュオハイパーヨーヨが15年に一度だけのワンマンライブを開催。渋谷クラブクワトロで8月22日土曜日午後6時開演。料金は前売り3900円、各プレイガイドにて販売中です。詳しくはハイパーヨーヨーのホームページ、または渋谷クラブクワトロ 03-3477-8750 へお問い合わせください。2人の圧倒的なライブパフォーマンスをお見逃しなく。時刻は8時53分です。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、おはようございます。はい、おはようございます。東名高速の上りは首都高速の大橋ジャンクションを先頭に9キロ25分、反対の下りは大和トンネルで3キロ10分、中央道上りは首都高速の永福を先頭に7キロ半30分、反対の下りは府中バス停で3キロ。千葉京葉道路下りは花輪で2キロの渋滞です。一般道は都内の早稲田通りの上りは中野区の新井で2キロ半35分。千葉の国道16号内回りは柏の若芝で2キロ半です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報は9時17分頃お伝えします。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。
興味はあるんだけど、うちの店土地が親戚のおじさんの名義なんだよね。それでも大丈夫。へえ。不動産担保ビジネスローンは東京スタジオ。やっぱり車検はコバック、コバック車検のコバック。TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。伊集院光とラジオと、この後9時からは最新ニュースや気になるニュースを解説、伊集院光とラジオとニュースと、9時20分頃からは人生の先輩から生き方を学ぶ10万歳のお言葉、9時40分頃からは生でラジオを聞いて賞金をゲット、大同生命プレゼンツウォーキング宝くじ、10時からのゲストコーナーには俳優の渡辺徹さんが登場、10時40分頃からは桐畑徹のシェフが行く店のシェフが行く店をお送りします。さあ、メッセージテーマ、ご要望を聞かせてシリーズ、こんなメッセージテーマで募集して、ラジオネーム飛び起きたカエルさん、48歳主婦です、うん、中学校1年生の娘がいます、うん、反抗期に差し掛かっています。そこで私の反抗期の時の話聞きたいです、いつからいつぐらいまでその時の面白いエピソードなどもあれば、面白いはハードル上がるけどでもちょっと安心したいもんね、お嬢ちゃんが その反抗期だったら ね、あった、洗い巻きありましたよ。何歳から？中1から高中3ぐらいまでかな。あった。どんなことした？結構やらかしたんですけど、いっぱい言っていいですか？うん、まず、喧嘩して、母親をベランダの外に締め出したことがあります。おー、すげえな、おい。あと、髪の毛を切ってもらってたんですけど、ちょっと失敗になっちゃって、で、だからちょっとムカついて母親の前髪を切ったことがある。ひどいひどい。まあなんかわかんない。あなたもちょっと恥ずかしい髪型にみたいな。あと家出もしたことある。駅前までだけど。すぐ帰ったけど。俺すごいひどいなったこと。何ですか？顔のシャンプーを使うっていう。あの我が家は、あのお父さんがライオン、エメロンですよ、ね、うちのお父さんもエメロンのシャンプーの開発をしてるから、はい、毎回新しいエメロンのシャンプーを。で、朝ごはん食べてる時に家族全員同じ香りがするのに、もう腹立っちゃって腹立っちゃって、中学生の時に、ある日自分の小遣いで顔のシャンプー買ってきて、これ見よがしにしてやって。どやーって。もう、なんだろうね。ひどい、もう悪魔のような行為、その当時我が家でやるとしたら。まあ、あとはなんか家族旅行みんな行くって盛り上がってんのに、一人だけ俺はいいから俺の飯代だけ置いてってみたいな、そんなんやってて、しかもそれが何歳ぐらいまで終わった？13ぐらいまで。俺もう終わったんだか終わってないんだか全然わかんないもんね、なんかね、そういう意味で世の中ひねくれて生きちゃったから。だけど、うん、一応中1の娘が反抗期差し掛かってるっていうことは、うん、始めた時期は一緒ぐらいと、ね、そうですね、うん、中3ぐらいまで、中3ね、中3ぐらいまでちょっとごめんなさいと思うよね、なんかもうすごい思う。なんか今思えば、その親父は仲直りのタイミングっていうかさ、その機嫌を伺うようになるわけな、体がでかくなってくるしさ、はい、でそのなんかライバル企業のやつが知れてちょっといいかもねみたいなこと言うんだよね。でそれが倍腹立つんで、なんかそのきちんとした大人の会話でさ、返されちゃったりとかするとさ、ごめん、面白いエピソードじゃなくて恥ずかしいエピソードばっかりになっちゃうけど、でもそんなんいっぱいありましたね。それから、あ、これはいっぱいもらえそうだ。さゆあやの父さん、他の人の趣味の話をぜひ聞きたいです。私はこれといった趣味がなく、他の人が毎日どんなことを楽しみに生活してるのか知りたいです。趣味のアピールポイント、うん、これはお金がかかんないよとか、家族に喜ばれるよと、趣味においての一番の成果、はい、などあったら、聞かせてもらい、自分でもやってみたいと思う趣味を探したいです。知りたい。他人の趣味、しかもこういうとこがいいんだよっていうのはちょっと聞きたい ね。みんな
人生100年時代を生き抜く資産の活用をお手伝いします。みんなで大家さん販売が9時をお知らせします。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの新井真希です。新井真希が反抗期の話をまだ引きずってますよ。そう、あのアメリカ行ったばっかの時は英語も自分がどんどん喋れるようになるから、喧嘩したり怒られたりしたら英語で言い返してて、あ、そう、すっごい嫌なやつだったなって今思う。ディスってんだ。そう、それ国内だと、はい、わざわざ母親に対して敬語でこうですよね、接するとかあるじゃんか、わかりませんけどみたいな。あの、たださっきね、そのメールくださった方ね、うん、安心してください、うん、我々さすがに今悪いと思った。本当に申し訳ない。本当にあれは自分たちが悪かったというのは分かっておりますんで ね。さあ、伊集院光とラジオとニュースとの時間です。早速今日のニュースです。佐藤文康アナウンサーからお願いします。はい、まず先ほど入ってきたニュースですが、今年4月から6月の実質 GDP は年率で 27.8% 減少し、戦後最悪のマイナス成長となりました。その他今朝は6本のニュースをお伝えします。新型コロナウイルスについて、東京都では昨日新たに260人の感染が確認されました。1日に200人も超えるのは5日連続です。この他、大阪府で147人、愛知県で83人の感染が確認されるなど、全国で昨日発表された新たな感染者は1019人に上ります。また死者は11人が報告されました。男子テニスの錦織圭選手は16日、自身の公式アプリで新型コロナウイルスに感染したことを発表しました。症状は軽く、21日に再び検査を受ける予定だということです。去年10月に右肘を手術した錦織選手は、22日に開幕する男子ツアー再開初戦での復帰を予定していましたが、欠場することになりました。奈良県の天理大学ラグビー部で部員20人が新型コロナウイルスに感染していることが分かりました。県は集団感染、クラスターが発生したと認定。現在全部員を対象に検査が進められていますが、まだ114人分の結果が出ていないということです。大学はクラブ活動を原則中止するなどの対応を取っています。韓国で新型コロナウイルスの新規感染者がおよそ5ヶ月ぶりに200人も突破し、ソウルを中心に感染が再拡大しています。韓国政府は昨日から2週間感染者が急増している首都圏の感染対策レベルを引き上げ、他の地域への移動自粛などを要請。ムンジェイン大統領は韓国の貿易の成否を分ける重大な山場だとして国民へ協力を呼びかけました。中国では昨日、尖閣諸島周辺海域を含む東シナ海の漁が解禁されましたが、福建省では当局が尖閣周辺での操業を控えるよう漁師たちに指示していることが分かりました。大量の漁船が日本の領海に侵入することで日中関係が悪化するのを避けたい狙いがあるとみられますが、指示を受けていないと話す漁師もいて、徹底されるかは不透明です。昨日はお盆休みの最終日でしたが、例年であれば U ターンラッシュで多くの人で溢れる東京駅も、新型コロナウイルスの影響で目立った混雑は見られませんでした。 JR 各社によりますと、昨日夕方までの東海道新幹線の上りの自由席の乗車率は最大でも 50% で、他の東北、上越、北陸などの各新幹線でも 50% 以下の乗車率が目立ちました。ニュースは以上です。佐藤文康アナウンサー、ありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。家具とホームファッションの東京インテリア、リーズナブルなホームファッションからプライベートブランド家具まで充実の品揃え、カフェやキッズランドも併設、ゆっくりお買い物をお楽しみいただけます。北は青森から九州までネットする、いいものここから東京インテリア。植物性消臭液匂いのんの、介護にタバコ、トイレ、生ゴミ、冷蔵庫、ペットの匂い、ホテル、病院、食堂、自動車などの匂いを消します。
水で250倍に薄めて使うので非常に経済的。匂いのんのは 0120-86-1261 フローラから。匂いのんの伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝の解説は元 TBS 政治部長で流通経済大学教授、龍崎隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ今入ってきたニュースですけど、4月から6月ですよね。はい、うん、で、GDP 27.8% マイナス。6月まででこんな感じですよね。そうですね。これまあ政府はだからこそ7月、8月にかけて、まあ、GoTo トラベルなども含めてね、人の移動も含めて活性化ということを、まあ、狙っていたんだと思うんですけれども、まあ、大事なところは、やっぱり、私たち一人一人のですね、購買欲とかですね、はいはい、それから、まあ、移動とかお金を消費しようという、そういう気持ちにやっぱなってないということなんですよね。で、やっぱり政府がいくら太鼓叩いても、やっぱ人々がコロナに対する不安とか、ものを持っている限り、このやっぱり経済は回っていかないということだと思うんですよね。だからもっと、旅行行けとか、お金を使いじゃなくって、やっぱりコロナの問題を、やっぱりこう、抑え込むといいますかね、安定化をさせない限り、この数字はもっと悪くなっていくんじゃないのかなっていう気がしますよね。なんかその、暖房入れながら冷房入れるみたいな、例えばされましたけれども、はい、なんかやっぱり、こういう理由でこういう経済活動はどんどんやってくれてよくて、うん、ただこのことはダメなんだみたいなことが、僕はもう少しはっきりした方がいいかなっていう。うん、だ結局、予算は使ったものの、まあ、まあ、お盆の、はい、実際、交通機関の、結果なんかも出ましたけどね。やっぱりみんな、後ろめたくていけないやっていう状況だし、はい、で、あとお盆で帰ったはいいけど、そこでお金を使うような活動には全然結びつかないかった、うんうんうん。あまり結びつかなかったっていう、まあ、結果な気がするんですけどね。お話の通り、世論調査だと見ても77% の人が GoTo トラベルキャンペーン使いたくないという。はい。規制をしても、なんかこう、都会から帰省すると張り紙がされていて、どこにも行けないような状況になっていて、はい、そこで地域でお金を使えばいいのに、それもできないというですね。うん、やっぱりこう空気って言いますかね、気持ちの問題というのも、こうセットで、いい方向へ向いていかないと、この GDP も良くならないんだろうなと思いますよね。そうですね。うん、で、そんな中で、我々、そう、洗い末期も感じてるかどうかわかんないけど、芸能界はちょっと近づいてる感、うんないかしら。そうですね。うん、なんか、もう一人、またげば、なってる可能性みたいな、うん。スタッフの誰々のご家族が高熱を出したんで、うん、そのスタッフがお休みですよ、みたいなことは、実際頻繁に相当増えてますし、うん、あと、やっぱり仲間内のお笑いが何人かなったりとか、で、さらにはね、今日も、錦織圭選手が、コロナ陽性です。感染しました、みたいな話も入ってきましたね。うん、やっぱり、僕はすごく、その注目したいところはですね、その死者数、それから重症者数なんですけど、これが増えなければ、まあ、その検査対象も増えてるんだから、うん、陽性の人が増える分にはそんなに問題ないんじゃないかっていう人も いっぱいいるんですが、ちょっとこの死者数と重症者数も徐々に伸びてきちゃってる感じですかね。そうですよね。まあ、その今言った数字というものが、まあ、政府が感染者数が増えても、緊急事態宣言を出すには至らないんだと言ってた、まあ、ある一つの理由になっていたわけですが、それがやはりだんだん増えてきている。まあ、言われているのは、やはり、最初、少し前まで低かったのは、やっぱ若者中心だったものが、やはりそれが高齢者であるとか、家庭であるとか、やっぱりだんだん広がっていってるがゆえに、死者の数も増えてきてるということは、やっぱり確実に、こう、私たちの暮らしの中に、まさにさっきお話したように近づいてきてるって言いますかね。はいはい、まあ、こう、よどんでるとかよくわかりませんけども、そういう感じがしますよね。僕はすごく知りたいのは、気をつけてほしいと言われてる高齢者の方とか、持病がある方たちが、今の状態でどれぐらい外に出るのを我慢してるのかみたいな数値がちょっと欲しくて、これが、まあ、自己責任だからいいやって、割と表みんな出てるのにこの数字なのか、今はもう我慢の我慢で出ないようにしてるというので、今この数字なのか、これ長引いてくると、
ある程度そのなんだろうね、体の強い若者たちの間で蔓延してるんだけど症状出ない状態のところに、もう痺れを切らしてそういう重症化したい人たちが表出ちゃうみたいなことが起こるのが怖いんですね。今現在もうかなりみんな自己責任で動いてるってんなら、それはまた話別なんですけど、ちょっとそういうデータがうまく出せたらいいなと思いますけどね。あと学校関係がまた特に全寮制のその学校のスポーツの、天理大ラグビー部ですか、はい、がまた出てて、これはまあ、全寮制っていうのはそれ一回入っちゃうと、はい、ねえ、なかなかですね。まあ私の大学もラグビー部などは、全寮制で、すごく注意をしてるんですが、最初の段階ではですね、要するに、寮のあるところ、地域、都市、はい、まあ町とかですね、その周辺から外に行かないと。うん、電車に乗っちゃいけないとか、うん。つまり外から持ち込まないようにものすごく注意をして、そして大学、ラグビーもそうですけども、活動をですね、再開、6月以降再開をしたという、そういうまあ、努力があったんですよね。ただ、ここのところに来て、やはり、対外試合の練習のマッチを組んだりとか、それから秋のシーズンが見えてきて、よりその接触の多い、まあ要するに実戦に近い練習が激しく行われるようになってきてるとか、おそらくそういうことが今ですね、大学のクラブ活動を、まあ、なってきて、本格化してるんだと思うんですよね。まあそういう中で、誰か一人って言いますかね、一つ起きると、バーッと広がってしまうということなのかもしれませんね。ゼロなうちは限りなくずっとゼロでいられる環境なのかもしれないですけど、はい、そこで、一人感染するってなってくると、まあ、なんかこのラグビー部の寮自体は4人1部屋だったりとか、うん、さらにその合同練習も当然あるだろうしっていうことで、まあ、わーっと広がっちゃったみたいですね。はい、さあ、それと、これも気になるんですけど、韓国でコロナの感染が再拡大していますと。うん、はい。結構な人数出てますね。200人を突破してますということです。そうですね。まあ、これ一つ、まあ、指摘されているのは、宗教系の団体の、まあ、大きな、活動があって、まあ、そこが、まあ、いわゆるちょっとその、外から見ると、集団、この感染予防に、ちょっと配慮が足りなかったんじゃないかと。まあ、めんどくさいのは、その団体が右翼系の団体で、かつ、反ムンジェインの集会を、実はやってるって言いますか、そういう、まあ、意図があって、で集会を開いていたというまあ指摘もあるんですね。まあそうなってくるともう感染の事実、新規感染者の事実は事実ですけれども、そこにやっぱりちょっと政治絡みのものがこう入ってくる、まあやぶなんかこういった怒られますが韓国らしいって言いますかね。そのあたりがまあ具体的にだからちゃんと感染予防してくださいと言ってもですね徹底できない。ムンジェイン政権の言うことには。あまりいいことを聞きたくないみたいな。いうのも、もしかしたらあるのかなっていう気はしますね。なるほどね。まあ、フランスも、相当な人数が、陽性っていうことでしょ。あと沖縄ですね。沖縄がもうとにかく看護師さんを、派遣してもらえないかっていう状況ですね。そうですね。さあ、あと、コロナ以外ではですね。はい、中国が、まあ、尖閣諸島、周辺海域で、まあ、漁が解禁されましたと。はい、なんだけれども、国からは行くなと言っているということらしいですね。うん。まあ、中国は、香港の国家安全法の問題もあって、はい、やはり、まあ、アメリカも含めて、かなり厳しい世論にさらされているというところもあるわけですね。うん、まあ、そういう中で、中国から見れば、まあ、いわゆる旧西側諸国の中で、割と日本と意見を一致できる可能性があるのは、まあ日本ということなわけですよね。うんうんうん、まあそういうことで言いますと、いわゆる政治的な思惑、これ秋以降のトランプ政権がどうなっていくかということも含めて、日中関係については現状維持を、まあ、今までいたいなと。いう、政治的な思惑が、こういう指示に出ているのか、出ていないのかというところなんですね。いや、でもこれね、うん、そんなの伊集院君当たり前だよって言われるかもしれませんけど、今日もニュース見ててね、GPS がついてて、もう、行ったら絶対、国から怒られる、止められると。で、もう、港にもスローガンを貼って行くんじゃないってやってますと、だから行かないんじゃないかっていうじゃないですか。逆に言うと、来るときっていうのは、そのコントロールにおいて来てんじゃんっていう。なるほど。そういうことですよね。政治的思惑があって、来てんじゃんっていうのは、ちょっと思いましたね。はい、だからこれで、どれぐらいコントロールできるものなのかわかりませんけども、じゃあこれで一席も来ませんってことになった時に、来るときあるじゃないですか。はい、
はそういうことかっていう感じは、ね、うん、むしろ際立ちましたね。証明されるという方法なわけですね。はい。はいはい、ということで、龍崎さん、今日もどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。皆さん、オリヒロの高純度グルコサミンは機能性表示食品、特保じゃないんです。グルコサミン塩酸塩が膝の動きや曲げ伸ばしをサポートして膝の違和感を軽減することが報告されているんです。膝関節に関する生活の質を高めたいあなたに、ポリヒロの高純度グルコサミン。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、他各社の提供でお送りしました。いやー、暑いですね。電気コードが熱くなると火災の原因になることがあります。コードは流せる電流を確認してから使いましょう。8月は電気使用安全月間です。電気は正しく安全に。関東電気保安協会。ここで中央事務所より消費者金融などを利用した経験のある皆様へお知らせです。実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。本日はその勘違いについてお伝えします。まず、過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンなどもその対象です。また現在返済中の方も対象です。その他にも利用金額が少なかったり、利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いようですが、昨年のお客様の過払い金は平均で100万円を超えています。次に、手続きをするとブラックリストに載ってしまって、全てのパターンでクレジットカードが使えなくなると勘違いしている人も多いみたいですが、実は完済後なら影響はありません。また利用時のカードや書類が必要と勘違いしている方も多いようですが、実は一切必要なく、記憶が曖昧でも大丈夫です。このような勘違いから未だに過払い金を受け取っていない方が多いです。キャッシング経験のある方はお電話5分の過払い金無料診断ダイヤルであなたの過払い金をご確認ください。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。時刻は9時17分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。はい、今日も猛烈な暑さになりそうで、午後は狭い範囲になりますが、関東のどこかで夕立がありそうです。この後も晴れますが、昼過ぎから夜の間ににわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。で、お洗濯物は昼過ぎまでに取り込んだ方が安全です。まあ、今の時期は紫外線が強くて長く干すと色落ちしやすくなりますので、まあ、乾き次第取り込むのがおすすめです。で、最高気温は35度前後のところが多く、昨日と同じような暑さになるでしょう。水戸や宇都宮は33度くらいですが、熊谷は36度、前橋は37度の予想で、まあ、今日も猛烈な暑さになりそうです。で、お盆明けで、まあ、今日から仕事や学校という場合は生活スタイルが変わるため熱中症にかかりやすくなると言われています。今日も十分に注意してください。明日は雲が多めで一時雨、最高気温は32度前後でしょう。以上です。ありがとうございました。気象予報士の長谷部愛さんでした。声優の徳井空です。音声ガイドアプリミミタブで徳井空のオカルト探検クラブが好評配信中。月刊ムー編集長の三上武春さんを助っ人に迎え、関東のオカルトスポットを大紹介。未知との遭遇へ出発進行。時刻はまもなく9時19分。ここでチューリッヒ保険会社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい、東名高速の上りは首都高速の大橋ジャンクションを先頭に8キロを20分反対の下りは大和トンネルで3キロを10分、中央道上りは首都高速永福の先を先頭に8キロ三鷹から30分、反対の下りは府中バス停で6キロ半15分です。外環道の内回りは和光インター付近、トラックが故障して止まっている影響で1キロの渋滞です。
一般道は埼玉県内、埼玉栗橋線の上りは上尾市原市で1キロ半、千葉県内は国道357西行き船橋の日の出で1キロ半、国道126号の銚子方向は千葉市の穴川十字路で1キロ、都内は青梅街道の上り五日市街道入り口では工事のため1キロ半20分です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報は9時51分頃お伝えします。ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。チューリッヒ。チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-455-572-455-572 まで。オレック果樹園、オレック草刈り作って売る会社、オレックあぜ道、オレック草刈り作って売る会社。草刈り機といえば OREC、 オレック。人生100年時代、いつまでも元気にしっかり自分の足で歩きたい。そのためには筋力、特に足の筋力が大切です。一般的に筋肉は48日間でおよそ半分が生まれ変わると言われています。つまりいくつになっても諦める必要はありません。最瞬間製薬所の歩みのゼリー根の力にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特保ではなく、機能性表示食品です。まだまだ歩くぞと思ったら、まずはお試しください。新登場の歩みのゼリー、根の力。無料お試し3本セットのお問い合わせは、0120-777-444、777-444、最瞬間製薬所まで。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文。モノタロウ、今日は測定用品ナイト化の日。10%オフ。工場の味方モノタロウで検索。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。10万歳のお言葉、この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りします。時刻は9時22分です。毎週月曜日のこの時間、様々な企画をお送りしておりますが、今日はこちらの企画です。10万歳のお言葉。さあ、我々の人生の先輩方にインタビューをさせていただいて、心に残ったお言葉を紹介していこうという企画です。番組でお話を伺ったまあ、おじいちゃんおばあちゃんの年齢の合計が10万歳になるのを目標に番組リポーターが頑張ってインタビューをしております。さあ、今回インタビューしてきてくれたリポーターはこの方です。おはようございます。トンちゃんこと遠塚奈美子です。まあ、今はね、あの電話インタビューをさせてもらってるんですけど。そうですね。どうですか？ご自宅からの電話なのですごくリラックスした状態で喋っていただけるので、よりまあなんか深い話聞けたりするかなとは思いますね。で、他のリポーターも言ってたけど、うん、とにかくその先輩方なかなか家出れないからさ、はい、全然話してないんだよ誰ともっていう人が、確かに友達みたいに会話するっていう。ありがたいですね。まあありがたいお話ですけどね、はい。だからぜひラジオをお聞きの皆さんも、最近表出ないから井戸端会議もしてないんだよっていう人は、うちに暇なリポーターがいっぱいいますんで、ね、あのぜひぜひ電話インタビュー付き合ってください、はい。それでは早速インタビューの模様を聞いていきます。まずはですね、埼玉県比企郡小川町に住む先輩でございます。高瀬恵美子さん85歳。野生の遊び。ご出身はどちらですか？今は小川町なんですけども、はい、
昔は竹沢村の上巣黒っていう場所だったんですよね。山の中で小さい頃山の中で遊んだ思い出っていうのはどういうものがありますか？わらび積んだりとか、うんうん、男の子なんかすごいですよ。蛇でおもちゃですから。生きた本物の蛇ですか？そう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 。あのマムシっていうのは怖いですけど、青大将っていうのは平気なんですよね。うん、それでその蛇を尻尾を持ってくるくる回すわけですね、うん、振り回す振り回す、はい、それを電線に引っ掛けるわけですよ。そういう電線に引っ掛けるそういう遊びですよ。すごい遊びですね。すごいでしょ。蛇だって叶わないですよ。本当ですよ。それは高瀬さんも一緒に？いや、やれはしないけど男の子たちやってるの見てましたよ。で、鶏を飼ってたんですよね。放し飼いするわけで、その卵を産むじゃないですか、うんうんうん、そうするとそれを知ってて蛇が飲みに来るんですよね。あ、鶏の卵を。そうそうそう、うん、そうするとお腹がこうパンパンになるじゃないですか、はい、その卵を潰すのに蛇も蛇で賢いわよね。高いところから落ちて卵を潰すんですよ。蛇が自分が高いところから落ちて潰すんですか？そう、すごいでしょ。だから普通じゃそんな経験はできないですし、今はそんな鶏も飼ってるお家ないからそういう見られませんけど、はい、蛇の話ばっかりなそうですね。すごい蛇。蛇は触れるんですか？触れません。今見ても青くなります。面白い蛇話。ねえ。いや、知らなかった。卵飲むのはわかる、はい。飲んで丸飲みし、あれ、顎の関節外して丸飲みするから、はい、よし、卵の形のまんまじゃん、はい。あれで飛び降りるんだ。そう。ほいで、くしゃってやんだ。で、それで食べてるんですって。すごい。全然知らなかった。うん。じゃ、それを実際に見て学べる環境ってすごいですよ。まあ、学ぶのかどうかわかんないけど。遊んでますけどね。ねえ。蛇の尻尾持ってぐるぐるぐるって、湘南の風ですよ。湘南の風、バリに蛇回してさ、子供の残酷さすごいよね。送電線向かって投げて、送電線に引っかかったら勝ちなのかどうかわかんないけど、そういう遊びなんだ。で、高瀬さん、蛇にまつわる言葉にこう、蛇に睨まれたカエルっていう、まあ、動けなくなる表現がありますけど、はいはいはい、その状態のカエルを、そのものを見たことある。はあ、まさによ、うん、まさに。まさに、あ、動けないもんなんだと思いながら、はい、あのことわざだっていう感じなんだ、うん。なんか、俺らの子供の頃まで、はい、蛇のゴムのおもちゃ、ゴムでできてる、要するに蛇そっくりのおもちゃ、びっくりおもちゃ、はい、があったんだけど、はい、全然売れなくなって、はい、あんま今作ってないらしいんだけど、俺聞いた話では、はい、なんで作んなくなったかっていうと、本物の蛇を見ないから、びっくりもしないんだって。その蛇おもちゃ投げられても、何これって思うだけだから、はい、ね、だけどちゃんとさ、周りに蛇がいた記憶がある人はびっくりもするしさ、ね、マムシのおもちゃだったら怖いわけじゃんか、うんうんうん、もはやゴム蛇ほとんどないって言ってたよ。そうなんだ。うわ、なんか面白いなぁ。あとお話上手、85歳、ねね、楽しいですね。蛇の話ばっかりですから、これでいいんですよ。私は大それた話を持ってないからみたいなのは勝手に自分で思わないよ。はい、俺たち蛇の話超面白いですから。初めて聞いたもん。ねえ。さあ、じゃあ続いてこちらの方です。関根よしこさん92歳。ファッション事情。私の5つの姉がありまして、真ん中に兄がいて、私は末っ子でしたから3人でした。末っ子だったら、じゃあお兄さんお姉さんのお下がりが多かったんじゃないですか？うん、何かね。でもね、母親が八茶裏返し茶着物を仕立ててくれてね、うん、肌着から何からね、うん、寒いからって綿を入れてもらって、それであれですよ、育ったんですよ。じゃあ着物も作れるんですか、関根さんは？なあね、私たちの時はそれができなければお嫁に行けないって言ったんだがね、もうね、今の人には話にならない。医療切符というのがあってね。医療切符。うん、着物を買うのに切符がいったの、うん、それを役場からその切符をもらって、うん、それを持って商店に行って買ったの。うん、
一人一枚ついてあれがいく点あったんだかな、何を何点何を何点っていうんで、うんうん、その医療切符とお金もいるんですか。でそうですよ、制限期限でそういうものが買えなくて、それに対してお金はいくもんでもなかったような気がするね。なるほど、じゃあ整理券みたいな感じ、うん、そうそう、うーん、お店にだって何もありゃしないよ。じゃあ関根さん、初めて着た洋服のこと覚えてますか。学校の PTA の役員であれかね、夕頃みんなが着出すんで、小倉の町であれかなって買ってきてきたんだったかな。へえ、なんかいいですね、お子さんの PTA の会合のために、うん、そうそう、で役員の人たちが旅行に行くとかなんとかっていうんで、まさか着物も着ていけないからって、いいですね、お店をあれ、シュート様にお金もらって、シュート様のそれでかい、あれかな、人並みの服って言わないと笑われるからって来てたんかな、なんだか覚えてないもん。なんか初めての和服、日本人なのにさ、初めての和服はなんか覚えてるかもしれないけどさ、はい、初めての洋服っていう方が、うん、覚えてんだね。いい話だな。そらそうだね。昔の人だから着物着てるし、あと普通に日頃も和の服を着てるから、うん、で PTA の役員とこうみんなで旅行行くとかなんとか言ってって時に、さすがに普段着だと周りみんな洋服着始めてるしっていう時なのかね。私は今着物を自分で作るっていうイメージが全くないんですけど、この方は着物作り方を教えてくれる人が近所にいて、そこにお裁縫道具をみんなで持って行って習ってたっていう、で、私たちの時はそれができないからお嫁に行けないって、まあだからそれこそ着物をばらしてじゃあちょっとモンペっぽいものにしたりとか、そういうのもまあ自由自在にやってって、はい、でましてはあの背丈変わればその寸を直したりなんてのはまあ、はい、お手のもんだったんだろうね。俺らでもこのさ配給とかその医療切符とかがよくわかんないからさ、うん、なんかその切符と引き換えに物のもらえるイメージがちょっとあるんだよね、はい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 、多分これを経験してる人たちが何を言ってんだと思うんだろうけど、要は切符があると買う権利があるってことだよね。そういうことなんです。切符がないと買うことすらできないっていう、だからすごいよね。二段階、お金がないとさらに買えないわけだよね、きっとね。うんうんうん、よく言うけど、何切符があったのかね。そうですね。今度またいろんな人に聞いてみたいよね。はい、確かに。ありとあらゆるものがそういうこう切符を出して、やっと買えるっていう。うん、でも一人の人が買いすぎないようにできるってことですよね。お金持ってる人がすごい買っちゃうと。まあ、そういうことだよね。そういうことだよね。ね。そういうこと、うん。で、それとさらに闇で、それ以外のものが流通したりとか。で、それは、金さえ出しゃ買えるんだろうってことだから高騰していったりとか、うんうん、俺らこの辺の事情があんまやっぱよくわかんない ね。はい、関根よしこさんありがとうございました、はい、さあ、続いていきましょう。こちらです。森川愛子さん91歳、軍歌と流行歌。お生まれはどちらですか？広島県西条町。印象的なエピソードあったら教えてください。それこそ飛行機のね、ネジを作ってました。はい、ネジ。工場で。はい、そうです。その工場があるのは広島のどのあたりだったんですか？あ、呉。あ、呉だ。近くです。じゃあもうその頃って楽しみとかないですね。歌を歌うだけです。どんな歌ですか？学徒動員の歌とか。ちょっと聞かせてください。学徒動員の、ね、はい。花もつぼみの若桜。五尺の命ひさげて。国の大事にゆんぐるは。我ら学徒の面目の溢れないの血はもうゆるっと。ごめんなさい、声が。すごーい。今でもはっきり覚えてるんですね。それとね、低身体の歌って、女学校出た人ですね。だから、お姉さん。ほうほう。
その人の歌はね、うん、もう得たつちしおよからくれない、今沿いで得たつ錦の御旗、深き感謝に贈られて、いざいざたて花の精神体っていう。おー、これも軍歌ですよね。軍歌調ではあるんだ。軍歌以外では歌ってあったんですか？まあ昔はね、歌ったらいけなかったんですよ、流行歌を。え、そうなんですか？だから隠れてね、うん、教室のね、うん、机の下に書きしゃがんで、机の下にしゃがんで流行歌を歌う、流行歌をね、うん、歌ってましたね。え、じゃあやっぱりそれ見つかっちゃいけないんですね。うん、見つかったらそれこそ牢外たたかれる。そんなに。へー、とにかく歌が大好きな方で、森川さん、しかもお上手ですよね、今でも。あとやっぱさ、ずっと覚えてんだね。91歳でしょ、はい、で、10代の頃。75年前か。戦争、まあ、つい、先週の土曜日終戦記念日でしたけど、また。はい、で、その子供の頃に、まして、呉ってさ、うん、この世界の片隅にのあの世で、軍港も軍港だからさ、はい、そこでネジ作ってて、うん。で、なんつったらいいのかな。結局、流行歌歌っちゃダメで、娯楽は、歌を歌うことしかなし、で、その時の、まあ、こう歌が先か、世相が先かはわからないけれども、より、気持ちが濃くなってちゃうわけじゃん。うん、で、こう生きることが学徒動員学生だけども、お国のために戦争に行くのが当たり前なんだとか、その、低身体っていうことは、誇らしいことなんだっていう風によりなっていく。で、その、感じとかね。で、実はもう一曲。そうなんです。歌っていただいています。これね、ちょっと聞かせてもらったら、もう一人の人の証言としてすごく、歌の好きな一人の少女の証言としてとても面白いなと思ったのが、うん、今がまさに戦時中のを聞いてもらったんですけど、同じ少女が明けてっていうことなんで、じゃあもう一つ森川愛子さんの、インタビュー聞いてみましょう。森川愛子さん、91歳。戦後の歌。終戦でその後の暮らしっていうのはどうでしたか？今の人はしっかりテレビとかね、いろんなものがあるからしっかりしてるけど、うん、私どもの時はもうラジオだけでね、うん、NHK の全国放送で、うん、カムカムエブリボーで、うん、How do you and how are you? Won't you?ハウスオブジャンベル、ワン、エヌ、ツー、エヌ、スリー、フォー、ファイブ。あんな歌も歌ってない。え、これは何の歌ですか？カムカムエブリボデ。じゃあその頃でも英語の歌っていうか、英語を勉強するための歌が流れてたんですね。そうです、そうです。英語の歌を歌うことに、なんかちょっと気持ち的に嫌だなとかっていうのはなかった？あ、それありましたね。あ、すごいありました。で、私、トシゴの弟が、あの広島の広島県立大中学校の3年生で、うん、年子だったんです、うん、その弟がそれが、ね、原爆で亡くなったんですよ。そうだったんですね、うん、だから本当に英語なんて嫌いでしたけどね、うん、いやーなんか明るく歌ってもらった分とてもこうずしっとくるっていうか、うん、はい、なんかその戦争終わるとさ、カムカムエブリバーディ、少女寺のたぬき林の節だったね。ああ、少女少女少女寺だね。そうですね。それをカムカムエブリバーディ、How do you and how are you なの。へえ。Won't you have some candy? One and two and three, four, five。だからさ、その突然今度はアメリカは敵じゃないですよっていう英語の楽しい歌をみんな覚えてくださいねっていうことじゃん、はい、なんかすごいね、その歌の力や、そのなんつうのかな、ある意味コントロールとか、うんうん、世の中との関わり合いとかいろんなこと考えちゃうね、うん、はい、うん、
で、今回この歌っていただいたんですけど、今娘さんが酒屋さんに嫁いでいて、うん、そこで今一緒に住んでいるそうで、お酒大好きで、うん、このインタビューの日も一杯飲んで歌ってもらってました。いいね、楽しい気持ちになって。でもこういう、それこそ、アレコードのコーナーに堀さんって来てもらうんだけど、堀さんは戦前戦中みたいな歌をすごい集めてるんだけど、多分もうレコードとしてなかなか見つかんない曲も、きっとこういう歌の好きだった、今90歳ですって元気な人とかは、覚えてる可能性があるね。そうですね。このカムカムエヴリバディも戦後 NHK ラジオで放送されていた英語会話教室のオープニングテーマで使われていた曲なので。自分なんかむしろ知りたいのは机の下で歌ってたやつだね。あ、机の下でこう先生見っかったらもう立たされるっていう状態で、それでも歌いたかった流行歌みたいのがどんな歌だったのかとかはすごい知りたいかな。すごいね、なんかその森川さんの好きだった歌たどってくとさ、なんかこう戦中戦後歌謡史になってくわけだね。面白いですね。はい。さあ、ということで、現在ですね、お電話でインタビューをさせていただいておりますので、なんか本当に最近喋り足んないんだよっていう程度で構わないです。でいて、まあ、インタビュアーの方も、リポーターの方も、手を変え、品を変え、いろんな話聞いてきますんで、いろいろおしゃべりしてもいいよという方、もしくは、そういうおじいちゃん、おばあちゃんの周りにいて、うちのおじいちゃん、おばあちゃん、こういう面白い話持ってますよ、みたいなご家族の方、ちょっとこういうお話の内容とか。だから、ご自身の場合は、私こういうとこ勤めてたから、話、こういう話は他の人よりわかるよとかね、うんうんうん。なんかありましたら、その辺おはがきに書いて、もしくはメールに書いて、こちらに送ってください。はい、宛先です。メールの場合は、ij@tbs.co.jp。ij@tbs.co.jp。ファックスの場合は、03-5562-0954。おはがきの場合は、郵便番号 107-8066。TBS ラジオ、伊集院光とラジオと、10万歳のお言葉の係までお送りください。はい、とんちゃんお疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、この後は月曜日恒例の体重測定に移りますが、今日の合言葉ですが、合言葉は、ヘビぶん回してポーンでお願いします。ヘビぶん回してポーン電話がかかってきたら即電話口でヘビぶん回してポーンと言ってください。ケーズ電気。マルコはなんで現金値引きが好きなんじゃ？後から使えるポイントよりその場で安くなる方がいいじゃん。しっかりしとるな。お得なことには目ざといマルコであった。みんな大好き！新製品が安い！ケーズ電機！ケーズ電機に行かなくちゃ！十万歳のお言葉。この時間は、ケーズ電機、他各社の提供でお送りしました。踏切事故をなくしたい。もし、踏切内に取り残されている人や車を見かけたら、迷わず非常ボタンを押してください。一人一人の行動が踏切事故防止につながります。JR 東日本、東武鉄道、西武鉄道からのお願いです。伊集院光とラジオとダイエットと、この時間は大同生命の提供でお送りします。伊集院光とラジオとダイエットと、さあ、毎週月曜日朝一番恒例のパンツ一丁体重測定です。今ラジオの前の皆さんにお聞きいただいているのは朝に収録済みの音声です。時刻は午前8時ちょっと過ぎ。引き続き新井ちゃんとはディスタンスを保っております。あはあはさあ、それでは先週の体重が 102.2キロ、さあ今週はどうなってるのか、パンツ一丁体重計に乗り合いまして、アイロックして、離れます、お願いします、発表します。おい、 100!102.4キロ。最近思うんですけど、僕この企画やってなかったら200キロになってるような気がする。伊集院光とラジオとダイエットと、このコーナーは伊集院光さんが無理のないダイエットで
いつの日か TBS ラジオの周波数と同じ 95.4 キロになることを目指しています。リスナーの皆さん、生温かい目で見守ってください。まあ、いつの日かということで、はい、もちろん緩やかに自分はダイエット中なんだって意識はあるんですけど、あって、でそうね、日曜日とかもちろん今日の朝とか抜いて抜いての状態でこんな感じなわけ。はい。どうしよう。ね、だから、週のピークの水曜日あたりだと、結構な、もっと結構な数字になってるわけ。どうしよう。さあ。どうしよう。皆さんは、苦笑いしながら知らねえよっていう、そういう態度で、そういう態度ぐらいの温度になってますんで、よろしくお願いします。続いてはこちらの企画です。大同生命プレゼンツ、ウォーキング宝くじ。さあ、あらかじめリスナーの皆さんにはおはがきメール、ファックスでエントリーをしていただいております。その中から、生電話かけまして合言葉が言えたら賞金ゲットでございます。はい。今日の合言葉はヘビぶん回してポーンでございます。ヘビぶん回してポーン。はい。まあ、ヘビぶん回してポーンが言えれば、僕が1週間に歩いた歩数割る5円を賞金としてプレゼントいたします。はい。もうたださ、うん、ウォーキングどこじゃないって。本当ですよ。夜歩いてる、夜中セミ鳴いてっかんね。ああ。びっくりすっかんね。うん、さあ、まあまあいろいろ言ってもしょうがないんで、今日はこの方電話かけます。埼玉県小林ゆいかさん。小林さんかけます。19歳。あら。19歳聞いてるね。ヤング。ヤング。ヤングヘビぶん回してポーンですよ。お願いしますよ。大学2年生女子大生です。新型コロナの影響により現在はオンライン授業中です。そのせいか運動不足になってしまいランニングをするようになりました。ランニングのお供に TBS ラジオを聞き始めたんですが、伊集院さんのラジオ面白いです。もし当たったらランニング後に飲むプロテインを買いたいです。でもラジコの可能性高いよね、若者だから。スマホでラジコ、あ、もしもし、はい、合言葉言えますか。もしもし。あ、もしもし。あ、私、伊集院と申します。あ、もしもし。もしもし。こんにちは。こんにちは。トーン変わったね。誰って感じだったね、最初。当たっちゃってたんですよ、今日。え？合言葉、合言葉、どうよ。ヘビ君回してポーン。おー、いいでしょ。すごい聞いててくれた。俺、絶対無理だと思ったよ。すごいすごい。積んでる。女子大生聞いてたね。よかった。よかった。よかったよかった。すごい嬉しいよ。なんかさ、出た時のあの怪訝なさ、もしもしからのさ、伊集院ですの、あの、今ちょうど走っててランニングの最中で、すごい、暑くないか、だって32度とかある、大丈夫かい。日陰の周りを走ってて、あの木のあたりを。すごい。そもそも運動何かしてるのかしら。ランニングが好きなの。ランニングがもともと陸上部で、はい、陸上部何やってたんですか。短距離なんですけど。じゃあ足速いんだ。いや、さっき喋ってたトンちゃんも、もうランニング大好きで、この暑いのやっぱ走るっていうのよ。ね、ただ気をつけてよ。いや、本当に気をつけないと、ちょっと、そうですよね。今の時期。ね。伊集院さんね、ジョギングランニングを止める方にすごく元気だから。ね、賞金言います、賞金ね。はい、今週僕は歩きで合計43,024歩、賞金が8,605円でございます。おお。いや、プロテインもいいけど、何かその、はい、あの、体を冷やすようなものもきちんと買ってね。そうですね。ちょっと考えます。はい、ありがとう、元気出ました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、じゃあ気をつけて残り走ってください。はい、ありがとうございます。すごい。すごい。だって、32度だよ、今。ね、日陰っつったってさ、うん、ほんと気をつけなきゃいけないね。うん、いやー、頭下がるわ。元気だったな。元気だった。しかもだから、
最初、怪訝な声で、その後、伊集院ですって言った時に、あ、しまったって感じだったじゃないですか。ね、こんにちはってなってたじゃん。ああ。そう。あれはなんかさ、うん、女の子のよそ行きと、そうじゃないのを見た感じがするね。なんかね、いや、でもなんかちょっと元気の出る、お嬢ちゃんでございました、ねえ。ぜひぜひ皆さんもエントリーしてください。そしてエントリーされた方は、自分が当たると思って待っていてください。以上、伊集院光とラジオとダイエットとでした。大同生命。社員が友人や家族のように力を合わせて働く小さな会社、そんな会社で生まれるかけがえのない物語こそ大同生命は支えたい、そう思っています。かけがえのない物語を支えたい、大同生命。伊集院光とラジオとダイエットと、この時間は大同生命の提供でお送りしました。嘘つき嘘ぴょん、大げさな古代、紛らわしい紛らわし、このダメダメ3匹を広告で見つけたら 03-3541-2811 JALO にご連絡ください。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構へ。最近いろんなことを億劫になってません？どこにも出かけずテレビばっかり見てる、健康のために乗っていた自転車も置きっぱなしとか、それ年のせいでやる気が起きてないわけじゃないと思いますよ。もしかすると腰とか膝の痛みのせいで億劫になっていませんか？もったいない。もっと楽しみましょう。最瞬間制約所の通算灯、ぜひお試しください。通算灯はあなたのその痛みを徐々に和らげてくれます。まずは無料の試供薬からお試しになりませんか？お問い合わせは 0120-305-305、305-305、305が2回ですね。朝8時から夜10時まで年中無休です。通算灯は指定第2類医薬品です。お電話で薬剤師登録販売者にあなたの症状をご相談の上、使用上の注意をよく読んでご服用ください。0120-305-305、0120-305-305、通算灯です。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で、ご相談は千代田セレモニーまで。いざという時あなたのそばに。9時52分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい、東名高速の下りは大和トンネルで3キロを10分、中央道は下り府中バス停で6キロ半、通過には15分、外環道内回りは和光付近故障車の処理が続いています。1キロの渋滞です。首都高速道路、この後9時55分から警備のため2カ所の入り口が利用できなくなります。2号目黒線上り天元寺の入り口と都心環状線外回り霞ヶ関の入り口、この2カ所の入り口はこの後9時55分から利用できなくなります。ご注意ください。一般道千葉県内の国道296号は八千代の新木戸で船橋に向けて1キロ半、都内は青梅街道の上り、五日市街道入り口では工事が続いています。3キロ、四面道から40分かかっています。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報は10時25分頃お伝えします。この番組本当かな？青少年に悪影響あるかも。人権侵害じゃない？どうだろう。より良い番組のあり方を考え、意見を出し合う第三者機関 BPO 放送倫理番組向上機構。法律事務所ホームワン、ホームワンへ借金整理のことで質問が寄せられています。借金の整理をしたらどうなるの？返済は軽くなるの？こんなケースでも借金の整理はできる？解決方法は人それぞれ。ホームワンがあなたの返済する力を診断して、最適な借金の整理の仕方を提案します。東京弁護士会所属、弁護士法人、
法律事務所ホームワン。TBS ラジオ伊集院光とラジオと。この後10時からは俳優の渡辺徹さんの登場です。お楽しみに。山崎、伊集院光とラジオとエピソードと。この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎、伊集院光とラジオとエピソードと。今週のメッセージテーマはご要望聞かせてシリーズ、こんなメッセージテーマで募集してです。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に美味しさと品質の山崎から国産の果肉を使用したみかん、りんご、ミックス、さくらんぼ、いよかんが入ったこだわりのフルーツゼリーギフト果樹園初と、厳選された素材を使用し丹念にじっくりと練り上げた本練り、小倉、栗、白練り、ほうじ茶の5種類の味が楽しめる一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。ラジオネームぬかよろこびさん、東京都46歳男性の方です。いろんな方のありえない偶然の話を聞いてみたい。ありそうだな、探せばね。なんかそういうことってあるよね。今こうやってパッて言えって言われたりだけど、例えば自分あの三軒隣に同姓同名の人住んでるって結構すごくない？まあ、僕自体がもともと本名は田中健っていう割と分かりやすい名前のせいもあるけど、はい、三軒隣に同じ名前の人。すご。住んでた。うん。ちなみに今までいろんな人に聞いたお話の中で一番面白かったのは、カナダに旅行に行ったら向こうから知り合いが歩いてきてお互い不思議そうな顔をしながら近づいていった話。わあ。でもなんかこの手の、なんかさ、一番簡単なので言えば、今電話しようと思った人から電話かかってくるみたいこととか、まあまあ、なくはないよね。うんうんうん。こういう、なんつうのかな。いつもは書けないけど、いつもなんかこう書くネタ思いつかないけど、これあるわ私みたいなのは、ちょっと一回思い切って募集かけたいですね。ねうん、同じような感じで、マキコさんからですね。本当だってばーな話っていう。みんな全然信じてくれないんだけど、本当だって、本当なんだってっていう話。うんうんうん、で、このマキコさん自身がいいね。私、セミに刺されたことがある。そう。誰に話しても信じてもらえない。玄関の前にひっくり返ってたセミ。あ、いるよね。ひっくり返ってることあるよね、セミ。うんうんうん、ね、こんなとこでひっくり返ったら危ないよって人差し指を出したらしがみついてきて、なんかあの口ばし的なやつを指にプスって刺されたっつって、痛い。本当です、びっくりしました。火だと思ったのかな。指を、うん、俺このもう一ひねりしたやつならあんだけどな、本当だって、本当なんだってって、人に嘘だろって言われると本当なんだってって言うけど、自分でももうもはやそれありえないと思ってることっていう。俺2メートルのカエル見たことあるんだよね。でももう大人だもん。みんな嘘っていうのは違うんだって。嘘っていう、全員の口が嘘って動くのおかしいんだって。マスクが嘘って動いたからね、お前らの。みんな全員の。みんなマスクしてんの。違うんだって。違う。国名に覚えてんだから。東京都荒川区で、はい、あの、神原くんちの椅子工場の、軽トラの荷台に、うん、軽トラの荷台に、はい、あの、だいたいちょうどいい大きさのカエルがいたんだって。これで、ほら、みんなそうやってすぐに嘘か、今度は違っぽいでって、それ作り物でしょと思うじゃん。うん、俺も作り物だなと思ったんだけど、あの、目の下のところが、ずっと、あの、ピキ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 と動いてた上に、びっくりして神原くん呼びに行ったら、後ろでビタンと音がして、飛んでったんだから。で、俺も大人だから、いねえよって思ってるよ、そりゃ。それ思ってるよ。どんな図鑑見てもいないと思ってるけど、ただ頭のごなしに嘘って言われちゃうと、今みたいになっちゃう。ねえ。セミも信じますよ。あと、俺ね、タガメって、割と今天然記念物みたいな。はい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 、あれ、子供の頃タガメ取ってタガメに刺されたことあって。で、そんなことあるわけないと思ってたんだけど、最近動物の森やってたら、タガメ動物の森の中で取れて、そのタガメの説明に、たまに刺すよって書いてあって、おぉ刺すんだみたいな。2メートルのカエルもいるんですよ。山崎情報順。
忙しい朝だけど、この音だけは欠かせない。トースト焼けたわよ。はーい。わー、いい香り。ほんのり甘くてもっちり美味しい山崎超芳醇。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。高橋秀樹です。大切な遺言書のことなら、朝日信託のしっかり遺言 .com。TBS ラジオ、伊集院光と、ラジオと、渡辺徹と、おはようございます。今日は、伊集院ちゃんと、右上手のがっぷり四つで、お届けします。よろしくお願いします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの新井真希です。さあ、今日のゲスト、俳優の渡辺徹さんでございます。はい、3年ぶりですかね、3年ぶり2回目のご登場です。で、前回はまあ、いろんな話聞きましたけど、主にマヨネーズ絡みの話をしてたよ。マヨネーズの話あんましてないか。太陽に吠えろの話ですとかね、いろんな話してましたけど、多分前回出てもらった後に、こう自分のやってる100分で名著っていう番組に出てもらって、はい、まあ僕は直接絡まないんだけど、その名著の朗読をやってもらったの。はい。まさかの、うまい。まさかのさ、絶対怒られるわ。いつもね、口を開けば、盗み食いをして、郁恵さんに怒られた話ばっかりしてる、陽気な先輩なんですけど、はい、やっぱ腕あるわっていう感じ。さあ、渡辺徹さんの、そういう面の話は一切聞かないです。すぐね、また盗み食いの話ばっか聞きたいと思いますけど、この後すぐ登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は、金福明太パーク、他各社の提供でお送りします。氷川きよしです。見たい、知りたい、食べたい、金福明太パーク。出来たての明太子、明太ジャンボおにぎりに明太ソフト、無料で工場見学もできちゃう。みんなで来てね。明太パーク大洗。水戸大洗インターから10分。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、俳優の渡辺徹さんは1961年生まれ、茨城県出身、現在59歳。高校卒業後の1980年、文学座附属演劇研究所に合格。19歳の時、太陽に吠えろのラガー刑事役でデビューし、一躍人気を博します。1982年には歌手としてもデビュー。セカンドシングル約束は大ヒットします。その後、1985年、正式に文学座の座員となります。1987年にタレントの榊原郁恵さんとご結婚。以来、俳優としてドラマや映画、舞台への出演、さらにはバラエティ番組の司会まで幅広く活躍されています。また最近では、ご長男の渡辺裕太さんも芸能界で活躍されている俳優の渡辺徹さんが本日のゲストです。ということで、スタジオには渡辺徹さんです。よろしくお願いします。どうも、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。コロナはやることないでしょう。本当にね、やることをね、奪われてしまいましたね。そうですよ、お芝居はまあね。ちょうどね、この時期に立て続けに芝居が予定されてたもんですから、もう3本飛びましたね。3本、はいはい。もう一つなんかは、まあ、渡辺恵里さんと木村みどり子ちゃんと、3人でやるやつで、1月になってから稽古を重ねて、で、3月入って、ゲネプロ、いわゆるもう舞台でもう本番通りにやるというのをやって、はい、翌日、初日、はい、中止にします。うわー、すごいタイミングですね、ま、それ。幻の芝居になりましたね。うわー、ね、まだ何も取り掛かってないもんとかも、まあまあね、まあ、まあね、痛いですけど、はい、その直前中止だ。
もう全部メイクも、もう衣装も出来上がって、セリフも完全入って、一回もやらずして中止という、ね。うわ、コロナはなんということをしてくれますかね。で、あと何してん、そうなるとコロナの間は何してんですか、ね、コロナの間はね。この、まあ、今も間ですけど。断捨離でしたね。断捨離。またいろんなもんありそうですね。ありましたね。もうとんでもなくありましたね。いろんなものがね。あのね、昔一番でかかった時の服っていうのは、イクエさんが勝手に俺にくれて、おかしいのが、俺がそれ着てんのに会うと、それ俺んじゃねえかって言ったら、トールさんにも言わずに断捨離してたから、イクエさんが。その時に伊集院ちゃんがね、俺に、トールさん、これ代々のデブに渡していきますとか言われちゃって。それで俺がちょっとやった時に内山くんにあげるっていう、誰かのとこに今もあんだろうみたいな、もらいもんが多いから。断捨離主にどんなもん、なくしていや、もう本当にね、まずは本が多かったんですよ。はいはいはい、知らず知らずのうち本が多かったのと、はい、あとなんかパソコン関係が多かったのと、はい、一番時間かかったのは子供の小さい頃遊んでいたおもちゃ。これがね、俺が捨てるって言うんだけど、女房がこれは取っといた方がいいんじゃないって言うと、息子がやってきて、それはダメだよ、捨てちゃっていう、この三すくみでどんだけ時間かかったことか。断捨離って絶対合わない、ね。特に、男の捨てたいものと女の捨てたいもの、はいはい、まあ合わないですね。全く合わない。持って帰ってくるからね。俺いいと思って捨てたものを、またあるじゃねえか、みたいな。また元戻ってくるからね。女房も一緒にやるじゃないですか。断捨離ね、はい。暇だ。女房も休みですから、はい。俺の部屋もやろうってなるわけですよ。うん、で結構ドキドキするんですよね、あれね。何が出てくるんだろうっていうね。あれ大丈夫かなって思いながらね、うん。この何のラベルにも書いてない VHS のテープは何だったろうっていう。何だったっけかなみたいな。何も書いてなければ別にね。はい。いいんですけれども、あれ、うん、俺こんな写真集持ってたみたいなのが出てくることがあるわけですよ。はいはい、まあもうこれはまあアイドルだったりね、はい、するわけですけども。だったりなんだ。だったりなんだって。うるさいよ、伊集院ちゃん。いいんだよ、そういうとこは。そこはね。で、あれずいぶんお父さん持ってんのねみたいな、はい、本人にもらったのとか言ってサイン書いてくれるんじゃないですか、はいはいはい、なかったりすると自分で買ったのみたいなそういう人悶着があったりするから生地業界内の人結構そこバレますねバレますね絶対、うん、共演した人がくれるときは渡辺徹さんへって絶対書いてあるわけでサイン入りなんですそこがないっていうことは、うん、ちゃんと自主的に手に入れに行ったことだって分かっちゃうねたまに被っちゃってるやつもありましたからね自分で買った上に後から本人でもらったもらっちゃった両方取ってあった、ね、あそんなことやってましたねまあでもなんか前会った時聞けなかったのは割とご家族のこと聞けなかったんですけど、はい、あまあ奥さんはうちの事務所の大先輩であ柏原芳恵、ね、柏原違うよ違いますよ榊原行方だよ榊原行方いつのネタですかそれそこ間違えるって行方さんと、はいはい、何でしょうねずーっと仲良しピンチってなかったんですか今までじゃあ言いましょう。はい。ずーっとピンチです。安定してピンチだ、ね。安定してピンチ。安定してピンチなんだ。これ付き合ってる頃から、結婚前から、はい。ずーっとピンチです。ずーっとピンチなんだ。うん。なゆえに今まで続いてるって言っていいんじゃないかな。俺、それすごい思うんですよ。うん。自分の友達にもいますけども、うん。気づかない方がやばいですよね、うん、うちは絶対的に円満って言ってる人の方が、うん、突然神さんから、はい、終わりですって言い出されますよ俺言ってる今ビビり始めちゃったいやそれはなぜかというとね溜まってるんですよね出してないんですよ吐き出してないから、はいはい、でお互いにこういい夫婦でいるというところに収まって心の中をぎゅうぎゅう詰めしてるけど、あの時、プツッとこれが切れちゃうんじゃないですか？まあ、分かったふうなことは言えませんけども、俺の予想ではそんな気がしますね。その点、渡辺徹さんは、ええ、なんか危なっかしいことがいくつかありますもんね。これありましたね。ねええ、大なり小なり。大なり小なりね。小はダイエット中にマヨネーズを持ち歩いたりとかから始まり、いろんなことありますもんね。はい、大は随分前でしたね。はい、ちょっと、遊んだことが、バレて、外車を買わされましたからね。そういう解決の仕方、ないですな。これ大でしたね。最大の今まで、まあ思い出す、うん、この喧嘩でかかったなって何ですか喧嘩、でかかった。だからしょっちゅうしてますから、じゃあ一番最近した喧嘩でいいですか一番最近した喧嘩は、このステイホームだったもんですから、はい、まあまあ、お互い、
料理好きですから交代で料理作るんですけど、これも煮詰まってくるんですね。でたまにこう違う刺激が欲しいなんてやっぱ俺とか息子とか思うわけですよ。でたまにそのデリバリーを取ってみようよということで、じゃあっていうんでイタリアン頼んだんですよ。だから女房が乗ってきて、私こうラザニアで、じゃあこうペペロンチーノも、じゃあピザもって言って、俺もラザニアなんだけど、じゃあ分け合って食べようよ、そうだねって言って届きました。で食べ始めましたら、女房がこのラザニア美味しい、私これだけでいいって言って独占したんですね。ふざけんなと、俺とシェアするって言ったのどういうことだって、俺ペペロだったら俺ボローニャだったのにって言って、ごめんなさい、それもういいです。あの僕の頭の中でいつくだらねえって言おうかと思ったところだ。もうほら、いやいや、ね、正直にトールさんはデブタレの先輩だしね、郁恵さんはホリプロの先輩だし、もう我慢してましたけども、そんなくだらねえ喧嘩してんですか。いやいやいや、一番最近の喧嘩これだからしょうがないですよ。まあでも常に喧嘩ってそういうもんですよ。そういうところでしてますね。まあわかるようなかな、でも意外だったのは郁恵さんの方が独占して怒られる側だと、逆だと思ってたから。いやこれ結構多いんですよ。これが腹が立つんですよ俺。ここがね、まあ、まあ、大概のことは許してきましたけど、カロリーはね、うん、カロリーだけは許せない、カロリーだけは許せないですよね。そうですよ、俺の大好物はカロリーですから。もう何でもじゃねえか、ほぼ何でもじゃねえかっていう。あとはゆうたくん、ああお世話になっております。いや何度かお会いしてますけども、立派な好青年です、はい、いやいや、まあまだまだですけどね。ゆうたくんがこの世界入るっていうのはお父さんとしてはどういう気持ちだったの、うん、これはまあいわゆる突然変異的にそういうこと言ってきたんですけどね。それまでちっちゃい時からなりたいじゃなくて、もう全く興味ないって言ってたし、うん、まあなんなら高校卒業して大学ぐらいもそういう素振りもあんまなかったのが、突然芝居を始めるっていう、まあ驚きましたけども、うん、でもその一方でということはなんか親父の背中を否定してないっていうか。まあそうですね、そうですね。ちょっと興味あんだなと思ったら、まあちょっと嬉しさと、ちょっと気恥ずかしさというか、心配な部分と、複雑だったですね。いや、本当だ。最初全然目指せないっていうのは、ね、まあこういう世界だから、うん、ちょっと安心である反面、はい、でも俺の仕事にちょっと興味持ってくれてもとは、まあまあ思いますよね。うん、まあ持ってくれとは思わないんですけど、うん、いや結果的に目指したってことを聞くと、なるほど。あ、ちゃんと見てるっていう、このなんか嬉しさみたいなものは確かにありましたね。きっかけ何とか聞いてるんですか？あのね、俺後から分かったんですけど、高校の時にちょっと演劇のイベントが学校であったのにちょっと目覚めて、で、大学ではどちらかというとショートフィルム的な映像の方をやっていたことはしてたんですよ。で、これがあの噂に、あの、いわゆる YouTube 的なものを、ゆうたが監督でやった短いクッ足らないものなんですけど、うん、でそれがブラジルですごいヒット数になってるっていう閲覧数。なぜか。なぜか。ブラジルですごい閲覧数になってるって。で、それを見ますとね、どんなんだろうって見たじゃないですか。だからね、栄光への架け橋みたいなタイトルよくありがちだ。だから学校の門から上半身裸で自転車でキャンパスを走っていくんですよ。無許可で。はいはい、そうすると守衛さんが止めに来たり、はい、いろんな女の子がキャーって言ったりするのを、果たして彼は裏門までたどり着くことができるかっていうテーマのそれだけのドキュメンタリーだったり。で、これがなんでブラジルですごいしちゃってんの。何が受けたのかな、何が受けたのかわからないんだけども、まあそういうことをやって、で、これも知らなかったんだけど、演劇研究所、養成所に入ってたんですね。そうなん、明治アカデミーっていうとこかな。はい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 。文学座に来なかったところがミソなんですけど。いや、まあまあ、うん、そら、まあ、結構門も高いしね、そういうんじゃね、敷居高いですからね。で、結局そこも辞めて、自分たちで劇団作ったんです、仲間と。それが芸能界の第一歩だったんですね。その時初めて言ったんですか？はい。その時に初めて言ったんですか？その時俺は初めて、明治座のアカデミーに行ってる時は、噂には女房から聞いてたんですよ。なるほど。で、劇団で公演をやるっていう時に、初めて自分からお父さん、劇団を作ったんで、よかったら見に来てくださいって言われたんです。どうですか？初めて見た息子の。舞台の姿。いや、もう、よくそういうことは聞いてましたけどね、本当に自分がやる方が楽ですね。ああ、そうなんだ。
もう俺も40年この仕事やってます。舞台もいろいろやってます。でも初日でもまあそんなに緊張しなくてもよしってやるんですけど、うん、息子のその舞台見に行く日は朝からそわ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 しました。ちょっと心臓がバクバクちょっとしましたね、やっぱりね。それは見方どうなんですか、その演劇人先輩の俳優としての見方と、はい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 、あとその我が息子のに対する見方と、うん、我が息子に対する見方しかありませんでしたね。そうなんだ。そうよくここまで大きくなったなになるんだ、やっぱり。だからまだね、その初舞台は、いわゆる学校の行事で父兄として見に行った、あのなんか緊張感みたいなものが抜けきれなかったことは確かですよ。今はじゃあドラマに出てる我が子とか。いや、今は平気になりましたね。で、見ててどう思う？平気になった今、平熱になった今どう思うんですか？いや、やっぱりそれ今度役者として見てしまいますね。話したりするんですか？演劇論とか。演劇論とかを。それはね、うん、向こうからするようになってきました。うわ、すごっ。まあ、男の子ですから、反抗期ってのはあって、はい、あまり口も聞きたくないって時期があったんですけど、はいはい、芝居を始めるや否や、アズスンナズですね。いいですよ、いいですよ。それじゃない。帰国子女です。そう、帰国子女。じゃないかなと思って、俺もそれを、その折り混ぜようと思った。あ、そうですか。急にね、俺の部屋コンコンノックして、お父さん相談が飲んだって、ちょっと芝居で悩んでることが、どういうことだって言ったら、このマニアックな悩みなんですよ。つまり稽古場がそろそろ空気がよどんできているんだけど、どうしたらいいだろうとか、客演に来ていただいている方がいるんだけど、ちょっと芝居の質が変わってきちゃってるんで、それはどこまで行っていいもんなんだろうかとか、そういう質問なんですよ、ね。ちょっと本には書いてないし、あと聞く先もなかなかわかんないですよね。客演に来た人って、文句言いづらいじゃないですか。それ違いますって言いづらいですよね。やつは主催者ですからね、息子はね。そうか。うん、徐々に自分の持ってるのと違う方向に行ってる。ちょっと言っちゃってるんだけど、どの程度まで言って許されるんだとか。うわー、かなりやっぱり演劇やってきた人間じゃないと、こう、ぶつからないようなことを相談するようになってきましたね。それ嬉しいでしょ。嬉しいでしょ、それを相談されるのは。まあ、嬉しいというかね。嬉しい顔してるじゃないですか。ね、嬉しいかどうかわかりませんけど、稽古場行くわって俺言っちゃいましたけどね。向こうはそこまでじゃねえんだけどな、みたいな。今まで共演は親子共演？共演ないです。ない、それはいつかと思ってるの？いや、それもいつかとは別には思ってないですね。思ってないです。へー。いや、それはね、この前もね、たまたまさんまさんもほら、はい、お嬢さんがこういう仕事して、はいはい、そういう話をちょっとした時にね、はい、やっぱ共演はダメだよな、って話になったんですけど。息子から言われたら、役者としてこの役を渡辺徹という役者にしてほしいんだって。それはやるかもしれないですね。ただ、自発的にはないですね。いや、それは何も偉そうにしてんじゃなくて、恥ずかしいっていうか、なんて言うんですかね。どういう立場でいていいのかって、まだ不安定ですよね。っていうかね、あれ、子供の運動会に父兄参加の競技があって、それに参加してしまうと、通常の心ではできないでしょ、うん。子供にいいとこ見せようとか欲が出たり、笑われたくないっていう気持ちが出たり、はい、かっこいいお父さん見せたいという、はい、この余計なところが働くのが分かってるんですよ。なるほど。で、それを切ろうとするのもまた不自然な、変な力が絶対入るから。ってことはトータル不自然なんですよ。なるほど。これでなかなかね、やる気にならない。ちゃんとした父親の顔をしている。ねえ。さあ、ちょっと一度 CM 挟んで、うん、トールさんがね、今回来てもらったら、すごく思い入れのあるイベントが一個あるということ で、ちょっとその辺のこだわりとお話も聞きたいと思っております。今日のゲスト、渡辺徹さんを迎えしております。妻の死から1年。営業、戻ってこいよ。もちろん。お気持ちは。頭の片隅に置いとけってそういう話だよ。何もかも予定外の毎日から始まった再出発。君といる時の僕ら。山田孝之です。大切なものを失った人たちが新たな一歩を踏み出す10年間を描いた物語、ステップ、ぜひ劇場でご覧ください。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りしました。歩くのが億劫とか、歩くスピードが落ちてきたかも、歩幅が狭くなってきた気がするなど、足から年を感じることありますよね。それは
歩く力が落ちてきたからかもしれません。おすすめは再春感性薬社の歩みのゼリー根の力。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特保ではなく機能性表示食品です。すでに始めている方からは、夫婦で桜の咲く道を1万歩も歩きましたというお声も。歩みのゼリー、まずは無料の3本セットを試してみませんか？お問い合わせは 0120-777-444 777-444 最春感性薬所まで。文学の扉へようこそ、中島智子です。この番組は文学史に残る名作をラジオドラマでお送りし、おすすめの本もご紹介しています。ラジオシアター文学の扉、毎週日曜日夜9時、どうぞお聞きください。カードローンの利用や借金をしたことがある方へ、払いすぎた利息があればあなたにお金が戻る可能性があります。返済中でも返済済みでも無料で過払い金を調査。東京弁護士会所属弁護士法人アディーレ法律事務所にお電話を。 0120-316-742 債務なしに。ではここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。はい、すでに気温は千葉の牛久で 35.1 度の猛暑日、東京都心でも 33.6 度となっています。で、今日の最高気温は35度前後で、昨日と同じで、まあ、極端な暑さになりそうです。で、ちょっとした不調も暑さが原因ということもありますので、適切な水分補給や冷房の使用など対策はしっかりとなさってください。で、午後はにわか雨や雷雨が局地的ですがありそうです。ただ雨が降ったとしても夜まで暑く、今夜も熱帯夜となるでしょう。明日は雲が多めで、日中に一時的に雨が降りそうです。で、明日の最高気温は32度前後になりますが、水曜日から金曜日は35度前後で、もう一度ピークが来る見込みです。で、土曜日以降になるとやっと最高気温が30度ちょっとと、今と比べるとしのぎやすくなりそうです。以上です。ありがとうございました。気象予報士の長谷部愛さんでした。サファリといえば群馬です。闇夜に野生が野獣と化す、スリル満点ナイトサファリツアー。ド迫力の餌やりシーンは必見。大好評夕暮れサファリなど、本物の野生がすぐそこに。群馬サファリパーク、上信越道富岡インター降りてすぐ。詳しくはウェブで。時刻は10時22分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井ひろ子さん、お願いします。はい、首都高速は警備による入り口の閉鎖、すでに解除されています。この時間は11号台場線の上り芝浦で1キロ、通過に25分かかっています。東名高速の下り大和トンネルで6キロ15分、中央道の下り府中バス停で5キロ10分、外環自動車道の内回り和光付近、トラックの故障車まだ処理続いています。3キロです。神奈川の小田原厚木道路は工事の渋滞、下り小田原東で4キロ、荻窪でも4キロ前後です。下り線は全線通過に1時間ぐらいです。神奈川の八王子街道、瀬谷区の卸本町卸センター前付近、トラックと乗用車の事故、1キロ渋滞出てきました。都内は立川通りの外回り砂川9番で3キロ45分です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報10時53分頃です。 TBS ラジオ公演チョコムーエキシビションアワーシークレットパーティー、サポーテッドバイウィズ原宿。イラストレーターチョコムーが9月28日月曜日までウィズ原宿ホールで初の大規模展を開催中。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報をご覧ください。伊集院光とラジオと渡辺徹とお笑いプロデュース徹座。改めまして、今朝はゲストに俳優の渡辺徹さんをお迎えしています。ここからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。
あの前回3年前来ていただいた時も、あ、こんなイベントやってるんだって、あれ続いてるんですね、トールが、続いてるんですね。いよいよもうボリューム5ということで、はい、じゃあ新井ちゃんから、ちょっとデータ系お願いします。はい、渡辺徹さんがプロデュースされているお笑いライブトールザ5が無観客の有料生配信で開催されます。うん、日時は9月22日火曜日、祝日秋分の日です。開演時間は午後4時。出演者は渡辺徹、中川家、サンドイッチマン、ナイツ、友近、U字工事、和牛、なすなかにし、雷、TKO 木本武宏など実力派芸人さんが揃い踏みとなっています。チケットは現在発売中です。ピアライブストリームという動画配信サイトから視聴できますので、チケットピアから視聴チケットをご購入ください。基本トールさんが好きなその芸人にトールさん自らオファーかけて集めるって、全くわがままな企画で、まあもともとあの芸人と仲良くしてたっていうか、仲良くしてもらってたんですけどね、よく飯食ったりしてて、うん、でこんなにみんな仲いいんだったら一つ形にしようかって話で、やりましょうやりましょうっていう勢いで始まったのがトールザなんですね。で今挙げていただいた出演者たちはもう普段から本当にプライベートも仲がいいという、はいはい、メンバーなんですよ。でもいいメンツですよね。いや、ありがたいですよね。今おときめくサンドイッチマンから中川家、はい、ナイツがいて、実力が揃ってて中で、はい、僕ねなすなかにしほとんど会ったことないんですけど大好きなんですよ、ネタが。そうですか。なんつったらいいんだろうね。うん、なんていうかな、ものすごい王道の漫才ですよね。はい、はい、はい。で、うん、王道の漫才で確実に笑わせてくれる感じ。うん、はい、で、むしろ王道すぎて、うん、あんま他に人いなくなっちゃった感じの漫才なんですよ。うんうん、そうですね。なすなかももう何か、飯会っていうと必ず呼び出してる。二人ですからね。あと友近ちゃんなんかも今年は実は予定でどうしてもダメだって言ってたのが 4,5 日前なんですよ。電話かかってきて、どうしてもやっぱ出られることになったら今からでもいいですかって、みんなそういう風にして出てくれてるんですよね。ありがたいですね。まあ一人に俺の人望だとは思うんですけども、それはこっちが言うまで待った方がいいやつです。まあ流しそう、ね、それは流しそうだったんで。いやいやいや、あと1分待ってくれればこっち側からいい感じで出たやつなんですよ、ね。こういうとこだ。でもやっぱりこのご時世で無観客有料生配信という形でやらざるを得ないか、はいはい、でギリギリまで悩んだんですけどね、お客様に入っていただこうかと。でも劇場クラスターというのはここのところ 2,3 出てましてね。で万全な体制を敷いたとしても、もし何かあった時にそのお客様に対するフォローとか、それが行き届かないとダメだということで、団長の思いで、配信だけにしようと。なるほど。ただ配信ならではの企画にしますんで、もちろんネタ見ていただくんですけども、劇場高いと抑えてますからね、うんうんうん、客席から使ったり裏から進行してみて、なかなか見れない場所だったり、あと第2部と称してもう歌の大会やろうと思って、もう何でもありだ、このメンバーで何とかカラオケ大会をやろうかなと思ってたり。でまあまあそのまあ、今こういう配信のそのイベントの告知に来てくださるゲストの方いっぱいいるんですけど、その時にいつも言うことなんですけど、はい、むしろ東京だったらできなかった、行けなかったなっていう人たちも見れるじゃないですか。そうですよね。それはいい方として撮りたいですね。でもものすごく生意気なことを言わせていただくと、今までこれやってきました、うん、でもチケット発売で3分で売り切れちゃってたりしてたの、はい、このメンツはそうですよね。配信によって皆さんに見ていただけるというの、ね、はい、ですよね、全国の、はい、はい、でましてやなかなかほら表に出てどっか行きましょうっていう感じにもならない人は家で見れるってこれいいことだと思いますんで ね、ぜひ楽しんでいただきたいですね、はい、ピアライブストリーム、動画配信サイトから視聴できますので、チケットピアから視聴チケットをご購入の上ご覧くださいと。さあそしてもう一つちょっと先の話なんですが、はい、ミュージカルのお知らせでございます。はい、はい、渡辺徹さん出演のミュージカルアリージャンス忠誠が来年2021年3月に上演されます。公演期間は2021年3月12日から3月28日まで。会場は東京国際フォーラムホール C。 チケットは今年の秋頃に発売予定です。詳しくはミュージカルアリージャンス忠誠の公式ホームページをチェックしてみてください。こちらミュージカル、ミュージ俺ね初ミュージカルなんです。そうなんですか。今までねお話あっても断ってたんです。
で歌は自分歌詞もやったことあるんですけど、うん、踊りができませんと結構自由な踊りはうまいんですけど、うん、振り付けが覚えられないっていうのがあって断ってたんですけども、今回どうしてもっていうんでこの本をまずいただいた時に久々に俺本読んで泣いたんですよ、台本読んで。まあ、もともとブロードウェイでやられた話で、その戦時、第二次世界大戦時戦時下の日系人の話でね、日系人であるというためだけで収容所を入れられてしまうという一家の話ということなんですけどもね。うん、でもね、なんかすごいなって思うのは、うん、僕今52ですけど、当然今59、はい。59までやんなかったことに、うん、どんどん足重くなってくじゃないですか。はいはいはい、はい。ね、はい、それこそ、ましてや演劇バタのことで初めてのことだって、うん、あ、俺はそれ違うんだよって言えちゃう、それを動かすほどいい本なんですか、これはもう。いやもう本当にいい本です。なんていうのかな、やっぱりこう、やっぱり日本人の心がここで逆にここにものすごく感じられるということもあるし、これはとてもヒューマンな家族の話ではあるんですけどもね。あまりもしあれだったら全部ここでお話ししようか。いや全部言っちゃうとほら、あ、全部言っちゃうと全部言う時間もないし、全部言っちゃうと見に行くのもほらちょっと面白くなくなっちゃうから、ね、なるほど。これでも稽古始めるのがいつ頃できるかですら、まあちょっとまだ分かんないですね。まあ、だからそこですよ問題は ね、 そうですね。予定ではね、ずいぶん早くもう1月ぐらいから入る予定なんですけどもね、このコロナ、はい、コロナとの距離感を見ながらですね。そうですね、本当ですね。もうなんか本当に3月ですからね、伸び伸び見れる世の中になってるといいですね。まだ先の話ですもんね、はい、あとはコロナ禍でブログをやったりとか、はい、すごいね、オフィシャルブログ底のけ底のけ渡辺徹。あ、そうですよね、普通避けますけどね、思いついてもこのタイトル。それ言う、まあ、2週ぐらいしてこう、それ言う、ね、むしろ逆になんつって結局これになってくるでしょうね、まあ、まあそうですね、きっとね。さすがですね。これどんなこと書いてるんですか、はい、このブログ。いや、まあ、要するにね、まあ、俺ブログずっと進められたけどやらなかったんですよ。はい、他の SNS は、Facebook とか Twitter とか、新しいもの好きなんで、はい、インスタか、はい、はちょこちょこやったんですけど、ブログってなんか日記ってイメージがあって、はいはい、60近くのおっさんが日記書いて誰が読むんだっていうのをずっと思ってて、はい、たんですが、ステイホームになって、ずいぶん時間ができちゃったんで、じゃあやってみようと思って4月から始めたんですけど、なんかいろいろとたくさんの方に読んでいただいちゃって、ね、代表的な内容を今もらったんですけど、ね、奥様がプレイしている動物の森を見守るだって、ね、どんな内容なんだっつって、ね、まあ、日記ですから、ねね、いろんなことしながら、でもやっぱり先輩がそういう新しいことに対してこうフットワークよくやってるのを聞くと、やっぱり僕も頑張ろうってちょっと思います。なんかだってほら、あ、そう、ミュージカルを初だなんて聞くと、あ、うん、俺ね、来年ね、デビュー40周年なんですよ。おお、来た、はい、で30周年ぐらいの時からそう考えてるんですけど、大体これだけやってきたってことは感謝なんですよね。よく言うじゃないですか、うん、スタッフに感謝、共演者に感謝、はい、親に感謝。でも俺は反省だと思ってるんですよ。ここまでやってきたことに対して不備だった点を反省するいい節目だと思っていて、はい、40年で、はい、で30周年の時は何が一番反省かって言ったら歌だったんですよ、はい、まあ、ドラマやなんかやってきた歌もやりましたけど、一番いい加減にやったんじゃないかと。っていうのは歌詞はちゃんと覚えてないし、そうだったんかい。そうそうそう。で、それにちゃんと反省しようって言うんで、あえて歌をやるっていうのがあったんですね。で、来年40周年で、俺芝居やってるって文学だなとか、いろんな、もう大学でも講義を今やらせてもらったりしてるのに、ミュージカル断ってきたって反省してるんですよ。なるほど。ええー。ちゃんとやろうと。やってないじゃん、お前っていう。じゃあ、いよいよだから反省は、大きな反省は2つですよ。もう1個なんで、やってないミュージカルを、やるという、はい、この反省と、はい、あとはどうしてもマヨネーズ食べ過ぎてる。でもやめないでしょ、それ。これはずっとやめないですね。やめないですよね。最後マヨネーズで終わってくれるあたりもありがたい先輩でございます。今日のゲスト俳優の渡辺徹さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日の生活は踊るは料理研究家の浜内千奈美先生が登場。浜内先生に一番おいしいお豆腐の食べ方を教えていただきます。恒例の簡単レシピはお豆腐で作る台湾の豆花風のデザート。生活は踊るは今日午前11時から。ここで葬儀保険でおなじみのメモリードライフからのお知らせです。年齢を重ねて
こんなことを思ったことはありませんか？自分にもしもの時、残された家族にお金の苦労をかけたくない。葬儀費用ぐらい自分で用意しておきたい。そんなあなたにおすすめなのが、メモリードライフの葬儀保険です。保険料もお手頃です。死亡保険金100万円コースなら、満60歳女性の年払い保険料は7940円。一月あたりおよそ662円です。これならご負担も少ないですね。満89歳までお申し込みができます。メモリードライフの葬儀保険。資料のご請求と詳しい内容のお問い合わせは電話1本。0120-244-888。0120-244-888。メモリードライフ。TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンをTBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今朝の担当は TBS ラジオキャスターの柳沢玲さんです。よろしくお願いします。今日はエアコンの買い替えをお考えの方はチャンスです。2020年最新モデル三菱重工省エネビーバーエアコンをお買い得価格でご紹介します、うん、さらに今年はビーバーエアコン誕生50周年ということで、お得な特別企画もありますよ。毎日暑いですね。暑い暑いこの厳しい暑さはまだまだ続きそうです。特にこの時期はエアコンもフル稼働で、長年使い続けたエアコンに不具合が出やすい時期です、うん、設定温度をいくら下げても冷えない、エアコンからの匂いが気になる、電気代が思った以上にかかるというご家庭は要注意。エアコンの交換の目安は10年から13年と言われていますので、壊れる前の買い替えをお勧めします。そか、昨今のこの暑さはね、つけっぱなしを一応推奨するじゃないですか、はい、そうすれば最新の省エネちょっとありがたいですよね。そうなんですよ、ぜひお考えください、はい、ビーバーエアコンは三菱重工ならではのジェットエンジン技術を応用した風量で、最大14メートル先まで風が届きます。リビングから隣の部屋にまで風が届くハイパワーで、真夏の蒸し暑い部屋もひんやり快適です。35度の部屋を10分で27度の快適温度にしてくれますよ。では風を出します。お願いします。強い ねひんやりとした風がすぐ来ましたね。パワフル。はい、私も今年このエアコンに変えたんですけれども、うん、暑い外から帰ってきてすぐ冷えるこのジェット機能いいですよね。伊集院さんおっしゃってたのこれかと。こういうことですね。はい、あ、しかもパワフルなのに省エネなのが人気の理由。10畳用の場合、電気代は1時間あたり 3.1 円です、うん、13年前の同等機種と比べて1年間で電気代を5000円以上、10年なら5万円以上節約できるんですよ。やっぱり具体的に1時間10畳用ね、1時間で 3.1 円って言ってもらうとさ、もったいない、はい、もったいないってなりがちだけど、はい、これだったら命のためにもちゃんとね、つけっぱなしにできるもんね。そうなんですよね、うん、そしてクリーン機能も充実です。花粉やダニの糞や死骸、カビなどのアレル物質をフィルターがキャッチして働きを抑制するバイオクリア運転や、エアコン内部のカビの発生を抑え、嫌な匂いを防ぐ内部クリーン運転もついています。さらに特典として、通常1年の保証期間をお客様のご負担なしで無料で7年間に長期延長します。そして最新モデルながらお値段もお買い得ですよ。はい、三菱重工省エネビーバーエアコン6畳用は、送料標準工事費込みで税込み8万5800円です。へえ。そして買い替えの方はさらにお買い得です。ご自宅の古いエアコンの下取り価格は1万円。うん、つまり下取りありなら1万円引きの7万5800円、うん、ではないんです。今年はビーバーエアコン誕生50周年ということで、それを記念して下取り価格を2万円にアップします。つまり下取りありなら2万円引きの税込み6万5800円なんです。すごい、嬉しいですよね。壊れていたりすでに取り外してあるエアコンでも下取り OK。
しかも古いエアコンが1台あれば何台買ってもそれぞれ2万円引きです、うん、5台買えば10万円引きですよ。すごい大きいですよね。8畳用は下取りありなら税込み78,900円、10畳用は89,900円、他にも12畳用から18畳用まで各種お買い得価格でご用意しています。代金は工事終了後に頂戴します。なお下取りありの場合、法定家電リサイクル料など合わせて税込み6,490円からが別途かかります。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品などについてもお問い合わせください。お電話がつながりにくい場合は TBS ラジオのホームページ内にあるラジオショッピングのバナーをクリックしてください。TBS ラジオショッピングでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。 TBS ラジオ905法律事務所ホームワン。ホームワンの過払い金無料診断なら、過払い金が出なくても調査費用はいただきません。あなたも過払い金があるかどうか調べてみませんか？せっかくご相談いただいても時効だったという相談も増えています。過払い金が取り戻せるうちにホームワンへお電話ください。東京弁護士会所属弁護士法人法律事務所ホームワン。桐畑徹のシェフが行く店のシェフが行く店。さあ、食のプロがお金を出してでも食べに行くプロの味を数珠つなぎに教えてもらうコーナーです。担当はこの方です。おはようございます。働源氏の桐畑徹でございます。最近はこのシェフシェフで過去に紹介したお店で、きちんとこうコロナ対策っていうかね、してくださってるお店をちょっと訪ねてます、おら、かみさんと二人で。いいですね。あのアジフライ、高田の馬場のアジフライ、あもう別物ですよ。あれは本当にうまかった。本当にうまかった。、ね、荒屋敷さん、ね、荒屋敷さん本当にうまかった。さあ、今週は世界のサンドイッチだっけ。はい、世界のサンドイッチが食べられるお店はですね、門前仲町にありますレストランそら屋さんでございます。そうか、この門前仲町シリーズの一番頭かな、はい、和神っていうあのジビエのお店、はい、本当に美味しかった。いやいや、ちょい結構行ってますね。もう楽しみがもうその夫婦でそっとそういうとこ出かけるぐらいしか、ね、いいなないんです、いいですね。ね、同じ門前仲町なんですけども、まあ聞いたところだと週替わりでメニューを変えてるそうで、我々が取材に行った時はプエルトリコのサンドイッチ。あ、そうなんだ。はい。プエルトリコのサンドイッチ。想像つかないでしょ。サンドイッチなんだよ。ね、はい、まずは試食の模様をお聞きください。今私の目の前にですね、世界のサンドイッチ。今週はですね、プエルトリコのサンドイッチ。トリプレッタでございます。パンは食パンではないですね、ホットドッグとかに使うような細長いパン、そこに豚肉、鶏肉、牛肉、この3種類が入ってると。それにね、レタスの野菜と人参が刻んで入ってるでしょ。でパセリがかけてあるんですけど、サウザンのような色をしたドレッシングみたいなのがかかってますね。具がパンの中に収まりきってないな、これ。いただきます。うん、トップバッター出てくるの鶏だね。鶏肉のジューシーさとこのソースが相まってるんだけど、そっから牛、豚、最後豚が俺の中ではこうクリーンアップで出てくる感じ。このドレッシングのような色をしたソース、程よい酸味があって口の中さっぱりと食べていける感じかな。パンは軽く焼いてあるから、この香ばしさとサクッとした食感、いい味だよこれ。3種類のお肉がね、めちゃくちゃ仲いいんだよね。このサンドイッチはちょっと初めての体験です。うまいというですね、プエルトリコのサンドイッチトリプレット。
ってことね、うん。で、まあこの鶏肉、豚肉、牛肉、まあそれぞれローストしてるんですけど、ちょっと豚肉がベーコンっぽい感じっていうんですよね。でもなんかそんなチキンサンドとかポークサンドはわかるけど、はい、うん、全部入ってて、全部が入って、もうはみ出てるんですよ。へぇー。で、バランスいいんだ。そうです。で、パンも軽くローストしてやってね、やっぱこう、香ばしい、この香りと食感ね。パンローストしてあんのいいね。いいんですよ。いいね。でね、ソースは僕、サウザンってこう、ちょっと表現したんですけど、うん、やっぱりマスタード、ケチャップ、マヨネーズを混ぜた感じのソースなんですね。で、ちょっと奥に辛みもある。そうですね。で、セットにはこれね、スープもついてますんで、まあ、女性はもちろん男性でもお腹いっぱいになるボリューム。このトリプレッターですね、これプエルトリコでは大人気の屋台フードだそうでね、結構有名らしいんですけども、なぜこの世界のサンドイッチを作ろうと思ったのかと聞きましたら、うん、まあ、あの新型コロナのこの自粛解除明けにですね、何か面白いことをやろうという話になって、うん、まあ、お店の従業員なんかで話し合った結果、テイクアウトもできるサンドイッチを出すと。あ、じゃあ最近なんだ。そうなんですよ、実は。で、まあ調べてみると世界にはこのものすごい数のサンドイッチがあって、で、まあちょうどシェフもね、秋っぽい性格なんで、楽しんでこういろいろ作る方がいいと。で、週替わりで世界のサンドイッチを出すようになった。で、今までですね、ポーランド、ベトナム、で、アメリカとこうサンドイッチをこう次々に出してきてる。まあまあ、アメリカはなんかさ、よくアメリカの BLT みたいな。リンゴでレタストマトみたいな。あとベトナムはなんていうか、バインミー的な。バインミー的な。ポーランドはなんか、そうそうつかないですよね。ポーランド何入ってんだろうね。まあ、シェフはね、なんていうんでしょう、すごいのが日替わりのパスタとか日替わりのピザもやってらっしゃるんですけども、お話を伺ったのはですね、代表の谷脇さん。お店はオープンして丸3年のお店なんですけども、この谷脇さんもともとインテリアデザイナーを目指してですね。出た、また別の道。はい、で、卒業して、で、インテリアのこうデザインと施工の道を行くんですね。で、なんとその道20年。はい、20年やったのに、やったのになんですが、今はもうやってらっしゃるんです。ああ、なるほど。はい。で、そのインテリアの仕事でやっぱりこう、数々の飲食店、さんを相手にお客さんでやってきたと、うん。で、そんな中で自分も飲食店を経営したらですね、うん、お客さんにこの、施工するときにこの説得力が生まれるんじゃないかと。内装こうした方がいいですよとか。使い勝手とかもそういうことか。はい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 、うんうん。で、それで自分で店を出されて丸3年なんですけども、うん、ただね、お店ってやっぱ大変だったと。うん、あとやっぱ自分のお店のまあ工事なんで、ちょっとまあ手抜きじゃないですけど、適当にやった部分が、まあ配管が詰まったりとかですね、電気の配線が足りなくてブレーカーが落ちたりとか、そういうトラブルにも巻き込まれたんですけども、ただそういうのを実体験して自分がインテリアのお仕事、内装をやるときに、お客さんに説明するときに、うちもこれ、ちゃんとここはやっといた方がいいですよっていう説得力で、確かに。自分の仕事にまたフィードバックされてると。いうお店なんですね。だおしゃれで、そのお店の中ですよ、うん。レストランの中の一角に花屋さんがあったり、あと写真スタジオがあったりと、ちょっとこう、風変わりでおしゃれなレストランなんですね。何でもやりたい人なんだな、この人。おそらく。やっちゃうんでしょうね。一種類のサンドイッチじゃ嫌なんだな。そうなんですよね。一種類のパスタじゃ嫌なんだな。ちょっと待って、ちょっと待って、俺気になったんだけどさ、はいはいはい、これを聞いてさ、その空屋さん、はい、門前仲町、はい、空屋さん行って、でも、はい、同じものがあるとは限んだよ。そうなんですよ。世界のだから。これがね、カザフスタンになってる可能性もあるし、るどこの国が来てるのかわからないんですよ。わかんないよね。ただ毎週一回変わるんで楽しみに行けるお店でございます。はい、レストラン空屋さんはですね、門前仲町駅の一番出口から徒歩5分でございます。はい。さあ、こっからこの、二刀流、インテリアデザイナーと、サンドイッチ屋さんの二刀流のシェフは、はい、どこを目指しますか？はい、谷脇さんにおすすめを聞いておりますので、そちらの模様をお聞きください。谷脇さんが、プライベートでも行くお店を紹介してもらいたいんですけれども、どうかそういうお店ありますでしょうか？はい。この間、うちで作らせていただいた、清澄白河のダイナーバンっていうところなんですけど、ダイナーバン何屋さんですか？ベトナム料理屋さん。ベトナム料理、はい、もうね、何食べても美味しかったけど、ね、はあ、それがこの清澄白河にある。はい、ベトナム人のご夫婦がやってて、うん、メインで。じゃあ本場の。本場ので、へえ、もう食材調味料系も全部輸入をちゃんとしてやってるんで、何食べてもうまいですよ。じゃあそこのこの一品、フォーブエ、フォーブエ、
何ですかねそれは。ちょっとまた麺が変わってて、なんかもちもちの丸麺なんですよ。ちょっとフォーっていうときしめんっぽい平たいやつイメージしますよね。丸い麺、まあ、丸くてプリプリ弾力があって、はい、ちょっと辛み入れて混ぜて食べると、はい、もうあのベトナムの何杯飲んでも酔わない薄めのビールあるじゃないですか。ありますね。最高ですね。はあはあはあ、ビールに合う、合う、この時期最高ですよね。というですね、紹介していただいたのは清澄白河にありますベトナム料理ダイナーバンさんのフォーブエだそうでございます。食べたい、食べたいな。フォー、フォー本当美味しいよね。ベトナム料理あれもあんのかな、バインミーも。あるでしょうね。フランスパンのサンドイッチみたいのもね。ベトナム人のご夫婦が料理をやってるという噂なんです。じゃあもう本場だね。本場の味が楽しめるお店だそうです。ということで来週は清澄白河にあります、はい、ダイナーバンさんの、はい、フォーブエ、はい、フォーブエの報告をじゃあ桐畑くんお願いします、はい、以上桐畑徹のシェフが行く店のシェフが行く店でした。いただきます。おいしいね。愛に満ち愛されるスーパーロピア。楽しく感動できるスーパーロピア。法律事務所ホームワン。債務整理はお任せを。相談実績20万件。相談だけでも知ってみよう。0120316-279。東京弁護士会所属法律事務所ホームワン。ご存知ですか？筋肉のおよそ 70% は下半身についていると言われています。遠くまで歩くのが億劫、歩いていて人に抜かれることが多い気がする。という方、これからは歩く力を維持していくことが大切です。おすすめは、再瞬間製薬所の歩みのゼリー、根の力。歩みのゼリーには、ブラックジンジャー由来、ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は、年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特報ではなく、機能性表示食品です。これからもしっかり歩きたいというあなたのための食べやすいゼリーです。新登場の歩みのゼリー、根の力。まずは無料の3本セットを試してみませんか？お問い合わせは 0120-777-444 777-444 最瞬間製薬所まで。ではここで TBS ニュースです。ニュースデスクの伊藤隆太アナウンサーお願いします。はい、お伝えします。まずは先ほど入ってきた情報です。安倍総理は今日午前東京信濃町の慶応大学病院に入りました。詳しい理由は分かっていませんが、総理周辺は通常の健康チェックだと述べているということです。安倍総理が慶応病院を訪れるのは人間ドックの検診を受けた今年6月以来です。では次です。今年4月から6月までの GDP 国内総生産は年率換算でマイナス 27.8% と新型コロナウイルスの影響で過去最悪となりました。先ほど発表された今年4月から6月期の GDP は物価の変動を除いた実質で年率でマイナス 27.8% とリーマンショック時のマイナス 17.8% を超えて最も悪い数字となりました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛が影響し、GDP の半分以上を占める個人消費が比較可能な1980年以降最も減少したほか、世界経済の停滞により輸出も大幅に減少しました。次の7月から9月期はプラスに転じるとの民間予測も出ていますが、V 字回復は期待できない状況です。昨日夜、横浜市で同居する102歳の叔母の首を絞めて殺害しようとしたとして66歳の男が警察に逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは無職の志田雄太郎容疑者66歳で、昨日午後9時ごろ横浜市緑区の自宅で同居する102歳の叔母の首をコードで絞め殺害しようとした疑いが持たれています。志田容疑者は叔母の首を絞めましたと自ら警察に通報し自首していて、叔母は病院に運ばれましたが命に別状はないということです。警察によりますと志田容疑者は
今月上旬に自宅におばを引き取り、妻と3人での同居を始めていて、取り調べに介護に疲れ首を絞めたと容疑を認めているということです。中米コスタリカでパイナップルを積みオランダに向かうコンテナの中から1トンを超えるコカインが押収されました。コスタリカ警察は9日、カリブ海に面するリモン州で末端価格にして数百万ユーロ、数億円相当の1250キロのコカインを押収したと発表しました。オランダへ輸送予定のパイナップルが積まれたコンテナを捜索したところ、918個のコカインの包みが発見されたということです。コスタリカでは今年すでに9件違法薬物の密輸が摘発され、合わせて 9.1 トンが押収されています。以上ニュースでした。ニュースデスクの伊藤隆太アナウンサーでした。ライムスター歌丸です。この度国立映画アーカイブの音声ガイド、ライムスター歌丸と見る国立映画アーカイブ常設展、日本映画の歴史を担当させていただきました。映画に詳しくない人でも思わず感心してしまう貴重な展示内容を楽しくカジュアルに紹介しています。スマートフォンアプリ耳タブで誰でも簡単にダウンロードできますので、皆様ぜひ一度お試しください。時刻は10時55分になりました。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井ひろ子さん、お願いします。はい、首都高速は3号線の下り大橋で1キロです。東名高速の下り大和トンネルで10キロ20分、中央道の下り府中バス停で6キロ半10分ぐらい、反対の上り烏山トンネルはトラックの故障車移動中です。2キロ15分。外環自動車道の内回り和光付近は故障車の影響で7キロ30分。横浜横須賀道路の下りの新保土ヶ谷インター付近、トラックの故障車処理始まって今500メートルの渋滞。神奈川は八王子街道瀬谷区の卸センター前交差点、事故で片側線を通行中、横浜方面へ向けて2キロです。埼玉は国道254号線の上り、川越市の南田島交差点、車両2台の事故、1車線規制で処理始まって渋滞出始め、警視庁から以上です。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は、この後11時25分ごろ、ジェンスー生活は踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから運転には自信があります。でも事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV はドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し、安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい日立物流。TBS ラジオ伊集院光とラジオとエンディングのお時間です。まずは本日の山崎翔のメッセージですが、こんなテーマどうでしょう。昔嫌いだったけど今は好きになったもの何かありますかみたいな。はい、これちょっといけそうですね。ね、はい、バス旅行さんには美味しさと品質の山崎からデザートギフト果樹園初と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。さあ、明日のゲスト、ラグビー元日本代表大野仁さんでございます。まあラグビーも一番盛り上がるっていう、ここからだっていうところでコロナですから ね、まあ、今ご自宅で何をしてますかとかね、うん、そんなお話も聞きたいと思っております。はい、いやー個人的には今日さ、メッセージテーマ熱対策で一個思い出す、熱対策で意外に効き目ある、はい、うちでは効き目があったやつはエアコンの室外機あるじゃん、はいはい、エアコンの室外機の設置場所がガンガンその日当たってる家の人は、はい、あそこになんかさアイスとか買うとつけてくれる銀色のさ遮熱のなんかシートあんじゃん、はいはいはい、あれを形に切って上貼るだけで、はい、エアコンの効きめちゃめちゃ良くなる。そうなんだ。うちはそうだったんで、でああいうこう防熱遮熱な、分かるでしょ、あの銀色のなんかキラキラしてるやつ、はいはいはい、うん、ああいうシートは売ってるんで、多分100円ショップとかにも売ってますよね。売ってる売ってる、うん、であの通気をするところは塞いで多分ダメだけど、うんうんうん、一番日の当たってる上のもう盤面のとこだけでもあの形に貼っとくと、はい、格段にあったあのなんていうの、
冷たい風が出るまでが、へえ、その発想なかった。早いです、うん、あとそうですね、個人的なこと続きで言うと、はい、皆さんあのすごい半沢直樹盛り上がってると思うんですけど昨日は見たし、やっと今週水曜日かな、うん、第2話を見ることができるというすげえ楽しみなんですけど、もうさ、なんかすごいことになってるらしいね、視聴率、その視聴率も二十何パーで始まったのがさらにちょっと上がったりとかしてて、すげえことになってて、でもはやさ、俺がこれを喋り出すとさ、もう荒いキョロキョロし始めるじゃん何か言ったら他のディレクターから怒られるっつって口数少なくなる。でなんかね、すげえ嫌われ者の感じする今いよいよですね、第2話を2話だってもう1ヶ月ぐらい前じゃん。はい。ねえ、やっと切り張ったとデート見れるというのに今ワクワクしてますけど、皆さんとは多分ワクワクしてるところが全然違うと思います。ということで明日も聞いてください。この時間のお相手は新井真希と伊集院光でした。この後はジェンスーです。喉に違和感があったら、喉直接潤う龍角散ダイレクト第三類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。